la reconstrucción, c'est l'impossible.今日は本当にちょっといつもと全く趣向というか様子が変わっておりまして、もう本当に嬉しい悲鳴といいますか、ちょっと私もちょっとあたふたしてるんですけども、なんか頑張っていきたいと思います。で、今日、というのもというか、その今日の、スペシャルゲストですね、東博樹さんにお越しいただいております。皆さんもご存じ通り、普段僕五反田からほとんど出てないので、そして大学でこういう蛍光灯の下でですね、お酒もなく喋るっていうのは本当に久しぶりなので、まあともかく非常に何ていうか緊張しております。で、存在論的郵便的っていう本は25年前に書いて、で一冊が僕はちょっとナーバスで、なんでかっていうと、この25年間のことをやっぱりいろいろ思い返すわけですね。で、そうするとなんていうか、そんなにスムーズに存在論的郵便的って本から今まで人生が続いてきたわけではないので、まあなんていうか、こういろいろあったなと。で、それが25年後の今こうやって評価されるのはとっても光栄であると同時に、なんていうか、やっぱりいろんなことを思い返します。で、そういう意味で、でもこういう機会を作ってくれた宮崎さんには本当に深く感謝しています。で、そして脱骨研究家の皆さんに深く感謝しています。こういうふうに存在論的郵便的が取り上げられるとは僕は思ってなかったので、とても話をいただいたとき光栄に思い驚きました。で、今日は皆さんの発表を、楽しみに、そしてこうすごく緊張しながら聞いていきたいと思います。今日はよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ちょっとだけ最初に、なんでこういう会議をするに至ったのかっていうような趣旨説明、簡単にちょっとお話しさせていただきたいんですけど、東さんと私の関係というか、もともとは、その25年前も、その東大の駒場キャンパスで、東さんが、高橋哲也先生の出てて、私たち一緒で、私は2年後の後輩という形なんですけれども、という一方で、東さんもその時から批評空間に、この本の元になった、論文をもう連載していて、もう本当すごい若手の論者がいるということで、友達同士もすごく話題になったんですけども、その中でこう最初に本にまとめ、それを、立て続けに学位論文にして、すぐにもう学位を取られた。博士3年でもう取っちゃったので、もうそんな人もういなかったですね、当時ね。だから、もう衝撃的でした。表彰文化の、中期文化学って言ってましたけど、はい、大学がすごく改革してる時で、おそらく僕が、中期文化学で博士号を取った2人目だったんじゃないかな。そんな最初期だった、ね。だからすごく最初期です、ね。だからこの後に続けっていう感じだったんだけど、誰もうまくそこも、あの反応には振る舞えず、それでも、なんとか、やってきて、なんですけども、10年ぐらい前なんですけど、デリタ没後10年の時に、現代思想で一遍インタビューさせてもらって、はいはい、宮崎さんが来てくれたんですよね。あの時も嬉しかった。あの時は言論で、ね、お話しさせてもらったんですけど、それでそういう、ちょっとずつ、東さんをこうデリタ業界にもう一回引き戻そうみたいなことをやってきたんですけど、でも宮崎さんだけがやってる。あ、そうだから宮崎さんはまさに作品を作るのを手伝ってもらった。手作業、それは最初のね、本当の、バイトだったんです。で、宮崎さんに作品を作ってもらってよかったなと。まさに言うくりは、あの時作ってもらってなかったら、きっとこの新聞事務なかったんだろうと思うと。名前がちゃんと残ってるのはね、ありがたいですけどね。はい。で、そういうようなことがあって、その時私が、そのデリタ研究者にとって、まだ、今だというか、その、この辺の郵便的が宿題として残ってるんだって話を、してたんで、ですけれども、そういう走行してるうちです。もう10年前から経っちゃって、で、今回このシンポジウムを やろうと思ったのは、その間にですね、状況が変わってきた。
東さんと同世代か、まあ、ちょっと下の世代か上の世代っていうのは存在の郵便的にうまく答えられてこなかった。まあ、東さん無視されてきたっていうけど、まあ、読んでたんですけどね。でもちゃんと答えてこれなかったんだけども、下の世代、まあ、今の20代から30代前半ぐらいの、人がもう、かなりフラットにというか、同時代の文脈にとらわれずに、虚心坦懐にこうあの本を読む、取り組むっていう人が結構出てきたっていうことがあって、まあ、まさに今日発表してもらう、前半のパネルで発表してもらうのはそのいう方々なんですけども、そういうきっかけがあって、まさにこの機会を捉えて、まあ、その宿題を果たせるというか、着手できるいい機会になるんじゃないかということが一つあったと。で、もう一つは東さん自身が、存在の郵便的からこう少しずつ育ってきたアイディアを、ちょうど昨日発売ですよね。もう、サテファイアの、そこでも売ってますけど、ね、平成可能性の哲学に、驚くべきことですけども、同じ概念、その当時の存在の郵便的にも出てきた生成可能性という概念が、こう膨らませられて、こういうふうに形でちょうど出たというタイミング、なんですよね。これ、まあ、もう宮崎さんたち読んでる人は分かると思うけど、これデリダの名前ほとんど出てないんだけど、デリダの話そのものですよね。もうこれだから脱構築っていうのを言い換えてるっていう、まあ、だけといえばだけなんで、ただだから脱構築っていう概念自体を、まあ、ここで僕はこうやって喋ってるとまずいんじゃないかと思うんだけど、でも一瞬だけ喋ると、結局そのフランス・ドイツの文脈からこういかになんか解き放つかって言った時に、だから脱構築っていう概念自体を全然別の材料で作るみたいなことをやってる本だって考えると多分分かりやすいと思います。だから問題意識としてはすごく存在論的郵便的に似てるんだけど、もう語彙と材料が違う。だから全然デリなこと知らなくても、そのままこう訂正可能性の訂正に関しては入っていけるはずですよね。そしておそらくこの本から入るとデリダがすごく読みやすくなる。それは僕は思います。確かにそうかもしれないですね。そのデリダで実は、まあ、あとそうなるときに展開されたアイデアがそこでこう実際にはこう花開いているというか、そういう感じがあるので、例えばデリダのなんか自己性とかね、起源はあるんだけどないんだみたいな話っていう、ことはこれ訂正の話なんだっていうふうに考えるとすごく具体的に、分かる。まあそれがいいか悪いかともかくそういう本になってると。だからまあデリダが言ったことをどうしてもデリダ研究者なんか繰り返しがちなんだけども、あ、こういう内容的にはこういうことだったんだと、あるいはこう腑に落ちる感じっていうんですかね、そういうのが新しい本の中では、はい、あると思います。まあ今日はその話に入っていければ、ありがたいなと思ってます。というわけで、こういう形で、なんかこう、存在の郵便的がこう、ずっと貸してきた宿題みたいなものを、なんとか今日、まあ、全部ではないんですけど、まあ、みんなで集まって一気に、推し進めて、果たせればな、というふうに思っています。あ、ちょっとまた一個言っていい？はい。宮崎さんの予定をどんどん書いて。宿題っていうふうに宮崎さんがおっしゃってたけど、それは僕にとっても宿題だったわけですね。で、25年前に存在論的郵便的って本を出して、で、先ほども言った通り、その後まっすぐ今のキャリアに僕はつながってるわけではないので、途中なんかすごくいろんな、ことをやっている。で、まあ、だから存在論的郵便的で投げかけた問いみたいなものっていうのが、うまく僕の中で回収されないままずっと来てたわけです。で、だからまあ、そういう意味では僕自身もこの今回、訂正可能性の哲学という本を書いて、まあ、すごい長い宿題をようやく終えたという感じがしてまして、で、そのタイミングでこういう、シンポジウムが開かれるっていうのは、本当なんか奇遇というか、タイミングがぴったり合いましたなと思って。本当にそういう意味で、もう、今しかないって感じで、でもまあ、これ、準備自体は半年以上前からやってたんで、うん、そうそう、それに僕の方も2ヶ月ぐらい前に出るはずです。だから、単にあっただけなんです。そこはもういろんな意味で、潜在意識。むしろ間に合ってよかったですよ。危ないところです。あ、そうなんですか。危ないところでした。潜在の一遇のチャンスかなというふうに思いますので、うん、これから進めていきますので、皆さん、どうぞ、まあ、承認になっていただければな。
思います。はい、じゃあ、僕はデリダを兄弟で研究しておりまして、今日の、東博樹さんの本を読んでデリダの研究を始めた人間です。で、東さんは言論では言論カフェは長時間話すことが大事だということをおっしゃられているんですけど、今日僕たちに与えられた時間は15分しかないので長時間話せないのですが、かなりバツバツ切って省略しながら進めざるを得ないんですが、よろしくお願いします。なので早速僕のプロフィールは飛ばします。興味ある人は見ておいてください。で、さっきは宮崎さんと東さんから存在論的郵便的っていう本の来歴とか、についてお話があったんですが、この進歩全体を、まあ、なんていうか、ある種の空中戦みたいにならないように、先にどういう本なのかっていうのを全体で共有しておく必要があると思うんですよ。なので先に交通整理みたいなことをしておきたいと思います。存在論的郵便的という本、はですね、まあ、さっき宮崎さんからの紹介があったように、かなりこういわゆる博論本としてはかなりこう奇妙な事情、成立事情を持っていて、まず連載されて本になってから博士論文として提出されるという、なんかまあ、全く普通の博士論文、ある意味逆の手順でこう書かれて、なんていうのか世に出た本なんですね。まずこの点は、なんていうか着目しなければならないです。でまず、まあ、内容についてとりあえずかなりなんていうのかな概略的に説明しておきます。ここは読みます。デリダはなぜ奇妙な文章を書いたのかという問いに導かれつつ、弱データ、の脱構築を2つのモデルに分類するという本です。で、その1つ目が否定神学的脱構築と言われるんですが、それは表彰システム全体の中に存在する表彰不可能な穴や亀裂に着目して全体を瓦解させるというのが、まあ、否定神学的脱構築と言われていて、これは思想家としてはハイデガー・ラカンになぞらえられています。と、その都度のコミュニケーションの経路、メディアの不完全性、送受信の失敗や取り違いに着目する郵便的な脱構築、これがフロイト的と言われている。デリダの中には、まあ、この2つの傾向、脱構築には2つの傾向性があって、しかもこうした脱構築はデリダ、単にデリダの問題を超えて、近代形状学を乗り越えようとするときの2つの超越性として思想史的に位置づけられる。まあ、ものすごく概略的に、暴力的に説明するとこういう本かなと思います。で、この本をどう読むかっていうのは結構さっきもあんまりこう言及されてこなかったみたいな話があるんですが、確かにこの本を読むとき難しいところはあると思うんですね。何かというと、この、単純なデリダ研究の本として読むことも、単純にこう当時の批評的な文脈で読むこともできないようになっているからだと思うんですね。まず批評的な文脈から説明します。これまず批評空間で連載されたっていうところからも何ていうか分かるように、ある程度唐谷公人や浅田彰の、まあ、議論がすでに下敷きとなっていて、ある意味こう前提みたいになっている部分があります。でさらに登場する固有名もジェとか岡崎さんとか田中淳とか、まあ、こういった固有名はかなりジジェクを紹介したの批評空間なので、かなり当時の、時事的な文脈があると思います。で それとは別に、この存在的郵便的の後にすぐ出た郵便的不安たちとかですね、こういった本を見れば分かるように、こう同時にこう同時代的なポストモダン状況に対する、まあ、問題関心もバックボーンにあると思うんですね。それはあんま全面的には出ていないけれども、こういった文脈がまずこの本を理解する上では、頭念頭に置いておかないといけない。でそして今となっては、まあ、ある種事後的な話になりますが、その東さんのこれまでのお仕事の中にたくさんこの本の中に書かれていってる、いる概念がこうなんていうか展開している部分がいっぱいあるんですね。まあ、ちょっと全部読み上げませんけども、こういった要素については、既にこの本からなんていうか導き出すことができるようなところがあると思います。はい、まあ、ただ、他方で、時事的な当時の文脈、あるいは批評と言われるこう奇妙な文脈の中だけで読むこともできない。これはデリダ研究としても書かれている。ということで、デリダ研究としての性質を説明します。まず、デリダを説明するときに、あるいは脱構築を説明するときに、おそらくこの本が出るまでは、システム、体系を崩すのが脱構築だっていう説明のされ方になっていたと思うんですね。でそれに対して、東さんはシステムを崩す、象徴界の全体を崩すのではなくて、ネットワークとかメディアとか、まあ、あるいは精神分析的な意味での転移とか、こっちの言葉にこう引用というか、モデルを変えているというところがまず特色だと思うんですね。まあ、途中のところでシステム全体を見通すことができないという話が出てきたりもします。で、こういう引用外によって、過去のデリダ論から切断している。
そして明晰、まあ、ともすれば強引なほどの清流で、デリダの、まあ、ある程度当時読まれていたほとんどのテキストが読めるということを明示的に明晰に分析している。で、この脱構築をある種一貫したロジックとして取り出すっていう作業、まあ、郵便的脱構築と否定神学的脱構築っていう形で取り出すという作業は世界レベルで見てもあんまりないんです。例えばこのマーティン・ヘブルンドのラディカルム新聞っていう本が、これは現状は2008年に出ていますが、要は存在の時郵便的の10年後になるまで、こういうヘブルンドがやったようなこうデリダを一貫してこう脱構築を一つのロジックとして読むみたいな試みはほとんどなされてこなかったんじゃないかと思います。この点かなりこう早い、まだデリダ生きてる時にこの本出ているのでかなり早いと思います。でもう一つはこのハイデガーとフロイトっていうのをある種対照させるっていう考え方ですね。これ デリダ自身はいろんなところでこのハイデガーとフロイトっていう相入れない2人をどうやって相入れさせるかっていうことを考えてるんだということをインタビューとかで言ってるのを今となっては読めますけれども、当時は多分そんな自明のことではなかったんだと思います。でもう一つは単にデリダ内在的な読解じゃなくて、大陸哲学と分析哲学の分裂だったりとか、戦後フランス思想におけるハイデガーの影響みたいな、ある種のこう大きな思想史的なテーマシェーマを語ることがこの本によって可能になっている。こういうところは千葉さんの、動きすぎてはいけないとかでも引き継がれている議論なんじゃないかなと思います。で、もうちょっと細かく現在から見た場合のこの本の特色を話しておくと、まあ、この存在的郵便的ってこの本で言われているような脱構築の2つの性質っていうのは、デリダ自身がハイデガー的ニーチェ的とか論理的形式みたいな形で言ってきたものではあるので、当時はある種斬新だったところもあるんですが、まあ、これを郵便的っていうのも面白いんですけども、まあ、こう2つの脱構築があるってこと自体はデリダ研究者なら当然全員知っている話になっている。で、分析哲学系の話がこう入ってくるのがおそらく今の研究の水準から見るとびっくりするところはあると思うんですけれども、ただそのクリプキが出てくるっていうことは、当時例えばこの本でも参照されてますが、クリストファー・ノリスがクリプキとデリダをすでに比較するような論文を書いていたり、あるいはカナタニ・コージンとかジジェクが80年代に、クリプキに言及してたりということがあるので、まあ、そこまで変なことではない。というかむしろここから今の、分析哲学と大陸哲学の状況と90年代の知的環境における状況というのを比較したりすることもできるんじゃないかと思います。で、この中期デリダ、いわゆるこう70年代のデリダについてをかなりこの本は高評価するわけですけれども、そういう評価の仕方をしている研究というのはこれも世界レベルで見てあんまりないと思います。はい。で、まあ、いずれにせよここまで2つの研究と表という軸でこの本をとりあえず要約したんですが、やっぱりこうどちらかの軸で読むっていうことがなかなかできないというか、そういうふうに読むべきではないと僕は思っています。つまり研究、批評、アカデミズム、ジャーナリズム、まあ、世界性、まあ、世界性というのはつまりこう70年代から80年代以降のポストモダニズム現象全体として、例えばカラタリ・ポジーとかを位置づけることも今ならもうできると思うんですが、そういうような世界性と、まあ、批評というなんか極めて日本のある種伝統的な営みみたいなものを複眼的に見ていく必要があるんです。で、まあ、これはすでに東さんが90年代の終わりから2000年に書かれてた住み分けを超えるっていうことだと思うんです。なので、まあ、今回脱構築研究会でやってますけれども、この本を単にデリダ研究に包摂すべきではないんじゃないかなっていう危機意識みたいなのが僕にはあります。で、ようやく僕の発表に入ります。なるべく飛ばしていきます。で、この本は、デリダというのを、まあ、今でいう前期、中期、後期というふうに研究の中だと分けられているんですが、それを第1期、第2期、第3期というふうに分けていて、まあ、この区分はおおむね今でも同じように使われています。つまり60年代この第1期に、基礎となるテキストを書いて、それが、第2期に実験的になり、第3期に政治的になったっていう、まあ、こういうようなストーリーというのはある程度一般的に流通している。で、この第2期デリダっていうことをこの本の中ではこの長所グラとかですね、絵はがきみたいなかなり実験的で変なテキストを、まあ、その文体を評価するってことを やっている。だけれども、この第2期を僕はまず再考してみたいと思うんですよね。この本の中では、そういうふうになんでデリダが哲学的に読める文章を自分で解体していったのかっていうことは、理論的な問題として、つまり否定神学を逃れるためということで読まれているんだけど、まず素朴に時代状況から考えると、まあ、普通にある種つまらない話ではあるんだけれども、普通に考えると、これ68年5月の影響がある。で、デリダ自身は68年5月に対しては冷淡だったものの、例えばこう大学と、
緊密な関係を保っている哲学みたいなことに対して68年5月を通じてこうかなり深刻な会議に陥る。でしかも指導教官が死んじゃうということがあって、もともと白論として書かれていたヘーゲル論がグラっていうこの左ページの左でヘーゲルが論じられてて右でジュネが論じられているというめちゃくちゃ変なテキストに変わっていってしまう。これはまずアカデミックな哲学のスタイルからどんどん出ていこうとしてた時期ということが言えて、これは同時代的にはやっぱりドゥルーズ語りのアンチューディプスとかも同じような問題意識で書かれている。でただ僕がここで着目したいのは、デリダが同時期に、この時期にある種の実践に身を乗り出していたということなんですね。このグラと絵描きと同時代的にこの哲学研究グループ、まあグレフって言われるんですけど、これを結成して運動に乗り出していたということを僕はちょっと今日考えてみたいんですね。でこのグレフっていうのは74年に結成されて、79年にものすごい大きいコロックで、ここでヌーボーフィロソフの妨害があってとかいろいろあるんですけど、で83年に国際哲学コレージュを作る、まあ、実際これ国際哲学コレージュって言ってますけど、大学機関ではありません、これアソシエーションですけど、に結成する。でこれ一般的にはなんかやっぱりこう何ていうか、デリダが自分の理論を実践して介入した運動したっていうことになってるんだけども、まあ、やっぱりこれ東さん的な言い方をすると、これを単にパフォーマティブなものとして見るべきではなくて、我々が見るべきはそこに潜んでる理論的な問題点、あるいはその可能性の中心を読まなければならないということになるわけです。じゃあここで何が書けられているのかっていうのを確認するために、僕は今回は再生産っていう概念を導入しようと思います。で再生産って何か、データの言葉から、引用しますが、これまあ、インタビューなので、敬語で書かれています。他なる場所から到来するあらゆるものを骨抜きにし、無力化する正当化の儀礼、そして制度的な習字や象徴といったものさえ尊重されていれば、権威の持つ再生産の力はその高度化された内容において革命的と自称している諸々の宣言とか諸々のテーゼにさえいともたやすく順応します。つまりどんだけ中身がラディカルな政治的でも、ある種の作法を守っていればアカデミズムっていうのは博士論文としてそれを認可するっていう話を、まあ、デリダはここでしているわけですね。でその権威の持つ再生産の力っていう言葉は重要で、再生産概念はこの時代に70年代にはかなり大きく取り上げられていた。アルツセールとブリューがまた主にだと思いますが、もともとマルクス主義の言葉ですけども、つまりこう簡単に説明すると、アルツセールとかブルデューで言われるのは、この大学とかそういう知的な機関、あるいはまあ他の何でもいいんですけど、そういった国家的な制度っていうものがこうイデオロギーをどんどんなんていうか同じようなものを作り出していくことで、ずっとイデオロギーに変わらずに世代を超えて受け継がれていってしまう。これが再生産ですね。ただデリダはこういったものに対して、まあ、抵抗してるんですけれども、このある種のそこから逃れていく空間を取り出さなければならないと言いながら、この下の引用の下線部だけ読みますけど、この空間を社会的政治的と呼ぶのは陳腐であり、また私を満足させることでもない。これは明らかにアルセルやブルーズの分析が念頭にあって言ってるわけですね。でその固有の書き込みや、その再生産のパフォーマンスに関する法則や、その固有の遺産継続相続や自己承認場面など、要するに私がエクリチュールと呼ぶものに対してこういった社会政治的な理論というのは盲目のままである。だから再生産のメカニズムっていうのをもっとある種別の仕方で分析しなきゃいけないんだっていうことをここで言ってるわけですね。でつまりこの哲学教育グループ、哲学教育を変えていこうというこの運動の中で、デリダは理論的なレベルでも哲学が伝承され承認されて権威付けられる、博士論文が認可されるってことですけど、具体的にはその知的な再生産の制度、そしてそれが正当化されるというメカニズムを考察していて、これがグラや絵はがきの実験的な文体と対応して、こう裏面でそれが行われていたってことが第2期データの重要なところだと思います。でそしてこの実際その後デリダは自分でこう大学の外に自分の教育機関みたいなのを作る、そして初代議長になって1年で辞めるんですけども、でそこを国際哲学コレージの企画書の中には、この宛先っていうですね、まあ、かなり郵便的なモチーフが出てきて、その郵便的な思考でデリダが大学新たな知的制度を作ろうとしていたということが分かるんですね。で面白いのはこの再生産というルプロドクションという言葉は、単にさっき言ったようなマルクス主義的な意味だけじゃなくて、複製とか生殖っていう意味でもあって、この生殖講義っていう75年から6年の講義の中で、デリダは実際この制度的な再生産と生き物の生殖っていうのを同じ水準で語ろうとしているんですね。ということは要するに68年以降のデリダの仕事、いわゆる第二期デリダの仕事というのは、知的な再生産、そして性的な再生産、つまり大学と家族、この双方をリプロダクションという概念によって脱構築しようとして、それを通じて脱構築しようとして、それが同じ水準で施行されていたということが大事なんです。そしてその両方の仮想的がヘーゲルなんですね。
で実際存在論的郵便的の中にはこのある種の再生産論の話があります。これはここで書かれているように真理は地の郵便制度、家族は地の郵便制度の完全性に守られる、そしてデリダの批判はまさにその完全性に向けられているということで、これは活力告白の読解ですけれども、ここで地と地の問題が郵便法の中でも扱われている。で伝統形状学が考える再生産というのは、要は今あるイデオロギーがその、生徒に教えたらまた次も同じようにどんどん反復されていく、まあ、つまりこう差異のないオリジナルがずっとコピーされて続いていくという状態を想定している。でそれに対してこの当てにならない郵便制度、つまり誤配というのは、こう生まれた子供であるとか生徒というのが全然その違うことを言い出す、私生児、こうそこに正当化されないものになってしまうっていうモチーフを出しているわけですね。誤配をこういうふうに読み直すことができるんじゃないかと思うんです。でそしてある意味具体的なレベルで教える学ぶある種教育って問題を郵便法は扱っています。それはどこかというと唐谷浩司に引用するところです。探究位置はコミュニケーションの状態を話す関係と教える学ぶ関係に区別した。これは私たちのことで言うと、誤配のない郵便と誤配に満ちた郵便の区別に等しい。教える学ぶ関係ではコミュニケーションの成立は保障されず、暫定的に見出された規則は絶えず他者に訂正される可能性がある。ここで訂正可能性が出る。で、実はだからこの再生産っていう、まあ、なんていうか迂回路を取ることで、アルツセール第2期で言えば探究位置、クリップ期、存在論的郵便的、訂正可能性を全部つなぐことができるということを僕は考えます。でそして大事なのは、そういうそれ単に知的なレベルだけじゃなくて、それがデリダにおいて制度設計につながったと、新しい制度設計、新しい制度を作らなければならないということにつながっていた。そしてこの下の引用を読みますけれども、私たちが提案するのは、いかなる制度化からも遠く離れた野生的な非制度とユートピアではない。自分たちが制度を作る側にもならなきゃいけない、制度を批判しながらそっち側にも行かないといけないということが、デリダにとって70年代にから80年代に大事だったということで、そしてそれがさっき言った国際哲学コレージュ。国際哲学コレージュというのは、まあ、細かい説明はいろいろ書いてますけれども、重要なのはそれはアソシエーションだということで、この訂正可能性の哲学の最後は、トクビルのアソシエーション文で終わっています。僕はここもすごい興味深いと思ったんですけれども、教える側も見る側も、なんか普通の大学と違くて、なんか普通の大学教授とかこう研究者じゃなくて、なんかその辺の教員とか作家とかも教えちゃうみたいなとか、あと講義が誰でも開かれてて、講師も別にお金もらえないとかですね、かなり変な制度なんですね。で、この辺がある種、東さんの言い方で言うと、この国際哲学コレージュが新たな観客、哲学の観客を作ろうとしてたというふうに言えるんじゃないかなと思います。で、最後に短くまとめますが、こういった制度を批判しながらも制度を作らなければならないということを、父として、教師として考えるということで結びつけたいと思います。東さんの引用です。これ、観光客の哲学で言われてますけども、子として死ぬだけではなく、親としても生きる。なぜならば、親であるとは誤配を起こすということだからである。そして偶然の子供が地に囲まれるということだからである。そしてデリダもこういうことを言っています。子供の誕生、カセムだけ読みますが、絶対的到来者の第一の継承について、人は予測の事態を還元しつつは決してできない。やっぱりこれも誤配なんですよね。遺産継承の中でそれがずれが起きて、どんどん変わっていっちゃうということを考えている。だから、まとめると、デリダ・アズマ的な思考というのは、予測不可能性を消去し、状況を固定化する制度を批判しながら、制度を自ら作っている父、あるいは教師の像を求めている。それが東さんの言葉で言えば、不能の父という観光客に出てくるモチーフにつながっているわけです。はい、でだから、一言で言えば一番下に読みますけど、グレフの活動および国際哲学コレージュと言論、言論家、シラスの比較可能性、そしてさらに重要なのは、唐谷浩司も何もやっていたということです。でこの辺のことをある種こう比較していくという可能性はまだ開かれているんじゃないかと、まだ誰も通ってないんじゃないかと思います。で、最後に問いかけをして一個終わります。で他方で、やっぱり難しいのは、横断とか誤配とかっていうことを目的化した知識活動って、それ自体がダブルバインドみたいになっちゃうってことですね。誤配が起きたところで、初めから誤配を目指してるってなると、なんか、なんていうんだろう、目的、非目的的な目的論みたいな形になってしまうので、例えば、コレージュ、なんかこの、今回の発表の中ではちょっと肯定的に言いましたけども、自分たちでデリダ派じゃないよみたいなことを言うのは、僕たちはデリダ派じゃなくて、それ哲学を外に開いていくためにやっていくんだ、みたいなこと言ってるんだけど、それ自体がめっちゃデリダ的なわけ。ですよね、だデリダ派ではないっていう言明自体がデリダ派になっちゃうみたいな、こういう反転みたいなのを実際存在論的郵便的は最後にアポリアとしてある示すわけです。転移切断の自由さは常に、これ転移という字が間違ってますけど、転移集団の固定化に落ち込む、それゆえ突然だからこの仕事はもう打ち切られてはならないって言って終わる。この点をどう考えるか、今どういうふうにお考えかってことが聞きたいと思います。
います。そして、やっぱり教育とかを自分でやっていく、教育にしても運動にしても自分でやっていくってことは、かなりパターナリスティックな暴力を呼ぶものでもある。でそういったときに、知的再生産の制度を暴力の陥りに作っていくために、具体的に何ができるのか。そして、いまだこの父という現象は不能であったとしても、保持されねばならないんだろうか。このことは問題として定義した。まあ、あとは3つ目は細かいところですけども、このアソシエーションといった場合にも、いろんなアソシエーションがあって、そのアソシエーションを比較していかないといけない。で最後に、この最後の定義の問題ですけども、結局哲学とか批評って教えることができるんだろうか。カントは哲学は教える、学ぶことはできない。哲学することは学ぶだけが学びるって言ったけれども、まあ、そういったところからこう教育、哲学教育の問題に開いていくことができるんじゃないかと思います。すみません、長くなりました。以上です。最後のところの転移の切断の話は、だから僕、企業をやってるので、結局それ、貨幣の問題だと思います。等価交換というか、それ多分なんか、羅漢とかも、なんかそういうのどっかで言ってんじゃないかという気がするけど、貨幣を導入することによって、転移を切断するっていう問題が結構大事なんじゃないかと思っており、だから、結局その、僕は言論とか始めた時から、ボランティアとか、そういうのは使わないっていう方針なんですよ。で、それをボランティアの人たちを集めると、必ずそこに権威関係が生まれ、厄介なことになる。で、例えば少額でも、なんか1時間働いてくれたら金払いますよって言って、毎回だけ切んなきゃいけないっていう。で、貨幣っていうのを切断するものとして使うっていうことが大事なのかなと思いました。いうことを、ありがとうございます。大阪大学の小川です。まあ、本日は、このような機会に合わせることができて大変嬉しく思っております。私は92年生まれで、愛知県で生まれまして、ここの頃に、まあ、おそらくもやくさんと同様に、郵便も手に取ってですね、ICD だとか、ニコ生とか、思想史などを面白く読みながらですね、まあ、理論から実践に至る幅広い手つきに魅了され、で、現代に至って、まあ、大学哲学をやるつもりなかったんですけども、まあ、たまたま、大阪でそういう環境に恵まれまして、まあ、現在は、まあ、だから表彰文化論からも批評的なものからも離れつつですね、ある種思想史的なスタイルで、例にかかってきたと言えると思います。それはなんていうか、まあ、郵便本がですね、転移切断を主題にしていた以上ですね、まあ、大学哲学研究というのは、非常になんていうか、誤った後輩だったのかもしれませんけれども、まあ、本日は私のような世代の人間がですね、どういうふうに読んだのかってことを、コメントさせていただければと思っております。まあ、先ほどからもね、あったように、レーダー研究によって、まあ、宿題というふうな仕方でですね、言われてきたというところが、まあ、たびたび言われていました。まあ、あるいはですね、大地さんとの対談が、郵便本出版直後にあって、これは画期的な書物なんじゃないかというふうなコメントされつつ、あんまり図式的である。ということだとかですね、あるジャーナリスティックなものっていったものが、その需要を遅らせるんじゃないかっていったことがあって、まあ、それは本当にこの25年間、そういったことが実際に起こったのではないかというふうに、思えてしまうわけです。そうした理論的かつ図式的な先進性と、まあ、先ほどからもね、その批評との、まあ、時代性で混ざった書物に対して当枠っていったことが、あったのではないかなというふうには、やはり思うわけです。でその上で、まあ、今日のデータ研究の動向を見てみると、まあ、その中でどういうふうに見えるかというと、まあ、例えばですね、郵便本ってどうなんですかって言われることがあるんですね、私、データ研究やってると、どこなんですかって、つまりこれって信用に足るんですかっていったコメントをされているわけです、その際に。まあ、とはいえですね、最初のフェッサル研究から始めて、データ的な哲学術を実況整理し、ハイデガー・ラカントの対決を本丸としながら、70年代、80年代の実験的なテキストに対して読解の道筋を示す。で、それというのはかなり強い解釈革命を提示していて、非常にクリアです。で、さらに言えば、中心となるその絵はがきの読解はですね、英米圏で論集が出たのは2017年ですね。で、1998年に、集中的な読解が出ているということは驚異的なものだと言っていいんだと思います。で、まあ、翻訳出版状況は、まあ、今は、まあ、変化してきました。著作も全貌が明らかになりましたし、発展史的な研究も進んでいます。で、フッサー哲学から、理論的に読んでいくっていった、その政治家の路線も、まあ、進んでいますし、まあ、未完の総合群もろもろ出て、新たな点幕が出てるって話もあるでしょう。まあ、そして、まあ、英語圏を中心としながら、まあ、国際学会が設立されてきましたっていった話だとかですね、脱走試験9回も発足しているっていうことも、もろもろあります。まあ、で、象徴的なのが、その、ラディカルムシーノという、まあ、さっきも名前が出た、ほんで、吉松さんとかが翻訳に関わられている、書物ですけども、まあ、この本は、まあ、非常に郵便物と、まあ、似ている部分があると。
それは例えば倫理的宗教的なリーダーから距離を取っている、あるいは、存在の的外に強く聞き出して、言語の的なリーダーを修正している、そして一貫して読解方針を出している、そしてある種英語圏の網羅的な検討をしている、まあ、そして、注釈的というよりも分析的で非常に明瞭な文体を使っていたということですね。で、これは各種のリーダー派に対する距離感みたいなものをまあ示しながらですね、まあ、かなりの程度、郵便本がまあ先駆的なスタイルとして出したものをですね、まあ、2008年っていうまあ遅れた段階で出されているわけです。まあ、つまり英語圏においても郵便本みたいな本が出てって言ったことがあって、まあ、そのインパクトっていったものは、やっぱり世界的に見ても強すものがあるんじゃないかなというふうに思うわけです。で、まあ、その上で90年代という時代性、を考えたときに、結果的に今に至るデータ研究といったものは、ある種アメリカ型の実証主義的な、論文研究のスタイルに、全体としてなってきているんだといったことを、どう考えるかという話は、おそらく当時からあったんだと思います。まあ、フランス、ドイツ、日本的なものではないような実証主義的なスタイルが、浸透していくといったことを、大学ないし、企業的な言語をどういうふうに受け止めるか。そのような社会的状況をどういうふうに受け止めるかっていうことがあったわけですね。で、その上である種、思想史家として、中立的な視点からいかに記述し直すかっていったことが、やはり今日、我々が条件として、こういった本を読んでいくっていったことになるかなというふうに思っています。で、その上で、やはり重要なのはこの先ほども問題になっていた、その英仏独だけではなく、英仏独、日本という、異なったリズムといったものを寄り合わせるような、書物といったものが生まれる必然性といったことを、現代的な視点から改めて、重要だというふうに指摘していくことなのかなというふうに思っています。フランス現代思想、英米分析哲学、プラグマティズムないし、日本における批評の奇妙な接合だというふうに言われるわけですけど、いや、そもそもむしろ、デリダ自身がですね、思想家として往復した経路がそうだったんですし、施策の正当なオーダー性だったんだと、自己的に考えるべきフェーズにもはや入っており、さらに言えばそれは不可避的なに我々が問われている、現代的にスタイルなんじゃないかなとさえ思うわけです。ネオプラグマティズムの展開だとかですね、ベルクソンの現代的な読解、現象論、現代的な読解、あるいは自然的実在論、といったようなですね、動向もそうです。レイ・ブラシェルト、からのコメントいただいたことがあるんですけど、彼はニーチだとかドゥルーズだとかですね、ポストモデルに関心を持ちながら、ユベ的なスタイルで書くといったことの訓練を行って、そういったものをいかに寄り合わせながら、ある種、消極的な唯物論のような仕方から、再度啓蒙をいかに考えるかといったことを、課題として持っていて、そういったことっていったものは、必ずしもフランス現代人だけ、英語圏の分析的だけっていったことでないような仕方で、いかなる言語を生み出すかっていうスタイルの問題なんだと思います。で、さらに言えば、そもそも20世紀のフランス思想ってもそういった根拠性を持っていたわけですね。実存主義にしてもそうだし、行動主義にしてもそうです。単に、一つの一種類の思想を変わらせたものが生まれてきたわけではない。で、さらに遡れば20世紀初頭の日英仏独がですね、異なった言語で書かれた哲学的リソースっていったものを翻訳し直すときに、ある種乱暴な仕方で、互いに解釈し直し、作し直すっていう、異種混交的な比較思想的なアプローチがあったっていったことを、踏まえていったときに、奇妙さとは何かっていったことを、普通に、思うっていったことが、今思うところです。その上で再度グローバルな思想史を立ち上げ直すとして、どのようなスタイルが模索されるべきかというのが改めて課されている宿題なのかなというふうに感じています。はい。で、このあたりが一応前提となる一つの、位置づけとして私が思っていることですね。で、ここから先は、話の内容に入りたいんですけども、存在的郵便的な図式で、多分簡単にさっき言ったように確認しておくと、否定神学と郵便的脱構築っていう、2つのタイプの思考法っていうのが存在していて、この中で中期デリダっていったものの、ポテンシャルを郵便的脱構築として引き出すというものでした。でその時に、前期中期後期という区分がなされていて、その時には、初期の理論的なテキスト、中期の、ある種文体的な奇妙な文体テキスト、そして、政治的な、政治倫理的な主題が、前景化していくような、テキストというふうな仕方で、前期中期後期が分かれて、中期のポテンシャルを引き出すといったものが、ある種の図式になっていたわけです。で、その際にはですね、郵便本ではですね、後期デリダの議論は、その逆説的表現の反復において、否定神学性が指摘されていたわけです。で、その時には正義だとか民主主義といった主題はですね、むしろ、そんなには前景化しない。
なので、まあですね、郵便空間によって後期の政治的な問題形が準備されるのであって、政治ではなく、ある種、郵便論的なコミュニケーション空間をどのように、まあ、施行するのかといったことが、まあ、郵便も特徴であって、まあ、その後の著作でも、強く見られる傾向だったのではないかなというふうに思っています。でその上で、郵便、存在的郵便的を読み、かつ、訂正可能性哲学、を、読ませていただくと、まあ、そこでですね、正義とか民主主義といった主題が積極的に語られているといったことがあります。でなおかつ、レイダーの名前っていうのは、あまり、出ていないんですけども、その中で結びつけられる主題として、レイダーと正義といった名前も出てきている。まあ、ここに、まあ、最初期の、最初期のというかですね、まあ、存在的郵便的な読者、のであった私は、一つ驚いたところがあったわけです。で、その上で、それはですね、まあ、哲学を離れれば逆説でも何でもない、ありふれた現実再発見によって行われているように見える。まあ、その意味で非常にクリアに見せて、もらえるといったものは非常に驚いてだったわけです。はい。で、まあ、否定神学性について、批判についてのスライドはちょっと飛ばしていきます。はい。まあ、要は、逆説的観念として正義があるといったことを言われた上で、まあ、そういった言明というのは評価できない。これはある種の神秘化であって、そうした神秘的なテキストといったものを思考するようなデイダンスタイルから距離を取らねばならないといったわけですね。でその上で、その後の訂正可能性哲学に向かっていく表現の変遷を見ていくと、郵便空間の理論で要となるのは訂正可能性であり、そしてかつてジャック・ディーダーは脱構築は正義のことだと記したんだけれども、それになれば正義とは訂正可能性のことだと表現できる。それに習えばといったことの含義みたいなものを少し聞いてみたいなと思っているわけですけども、この正義と訂正可能性の接合といったものをどういうふうに考えればよいでしょうかと。それはある意味で否定神学批判がなされた後に、どのようにして正義を施行するのかというような、試みに、私には思われたわけです。まあ、絶対的、超越的で普遍的な理念を相対的で経験的特殊的な事例による訂正なしには維持できない。まあ、そのような形での知性においていかなる正義が与えられるかというそういう問いですね。私としては一旦ディーダーの表現に送り直して、こういった言明を考えてみようと、思ったところがあります。法の力というテキストは先ほどの、否定神学的なディーダーとして批判されたものなわけですけども、その時には正義と法といった観念が対比されていて、正義というのは脱構築不可能であり、法は脱構築可能であるというような仕方で正義論が展開されます。まあ、ただしですね、その時に正義だけを持ち上げるロジックがデータの中にあるかというと、そうは言えない部分もあるだろうと思うところはあります。つまり、法の力といったものはまさしく問題であり、力なき正義は無力だといったことをデータは実際のところ自覚しているように見えるからです。まあ、一方では法はあくまでも正義の何において自分を押し及ぼすのだと主張するし、他方では正義としても実行に移さねばならない、何らかの法の中に身を落ち着かせねばならない。この法は実行に移さなければならない。力によって、つまりそれはエンフォースされなければならない。執行されなければならない。で、脱構築は常にこの両者の間にあり、両者を行き来するんだと。この両者の間にあるといったことが、まあ、一つのポイントなんじゃないかなと思うわけですね。で、レイダーはやっぱり、まあ、その中ですね、正義の名のもとに実装された法を訂正する、正義を実装する法を訂正するっていう何種の運動性がある。まあ、ここを見てみると、まあ、理念と実装の間の時空間の操作ないし、葛藤を生きることが、やはり後期レイダーによっても問題になっているように見える。すると、そこにおいて、訂正可能性、抵抗可能性、抑圧の可能性について、再度後期データのテーマを発展させることに、実はなっているんじゃないかなということが、一つ言えると思います。まあ、70年代の理論と実践という講義が最近出まして、その中では、理論的なものと実践的なものの間に、いかにして出来事の空間が開かれるかという議論が、まあ、展開されていて、まあ、そこについての関心も私は持っています。これで一応最後のスライドにしようと思いますが、訂正可能性哲学は、では、じゃあどのように否定神学的正義を訂正したのかといったことに、まあ、繰り返しますが、私は今関心を持っています。これについての、まあ、私の考えもありますけれども、ここでは問いかけとして置いておきたいと思います。この本の、中場でですね、東さんはですね、ウィトゲンシュタインの哲学を訂正し、ローティの連帯論を訂正し、アーレントの公共性論を訂正すると。そういった仕方で、ある種の哲学史に対する訂正の連鎖といったものを行いながら、ご自身の議論を、再構成されていて、まあ、それにおいて人文学の可能性を、記述していっているんだと思います。だとすれば、レイダーの名前というのは、ここで訂正の対象とはなっていないんだけれども、
定性可能性哲学はデリダ的正義をどのように定性ないし再解釈したのかといったことについて、問いかけたいと思っています。超越論的自然と社会的原因と往復する新たな参照ことでトリックといったものを探し出そうとする試みは、非常に魅力的で、そのような試みを、どのようにしてですね、新たな本の中で展開されているのか改めてお聞きしたいです。以上です。ありがとうございます。忘れないで、いや一言だけ忘れないでにお答えしますと、つまりその正義の問題に関しては僕 の, だあの定性可能性っていうのがデリダナが本題言ってたことがこういう定性可能性なんだと言ってもいいと思います。で、問題はどちらかというとその法の力とかが読まれてた90年代において、つまり僕が存在論的郵便的を書いた時でにおいて、正義とは脱構築不可能なものであると、リダタイプ の, あの言葉っていうのはやっぱり非常にこう強いものとして受け取られていて、脱構築不可能だっていうことで、なんか実証主義的な核というかですね、例えば証言の問題とか、それこそ極端な事である種のエビデンス主義みたいなものと、そのデリダの脱構築の言葉がなぜか野合しているのではないかというふうに僕には見えたわけですね。具体的に言うと僕はその時考えていたのは90年代に結局僕の指導教官であるとも高橋哲也氏や鵜飼さんとかが昭和 の, をやあ の, の, あの上映会をやってて、アウシュビッツにおける脱構築不可能な核というかですね、証言みたいなことをやっぱりかなり打ち出してくるんですよね。しかし脱構築不可能な核が証言になってしまうんだとすると、そもそも脱構築とは何だろうかっていう話になってしまうわけで、僕はどちらかというとすごく素朴に全てが脱構築可能であって派なんですよ。でそこで全てが脱構築可能である中で、じゃあ脱構築不可能なものは何かって言ったらば、おそらく脱構築する運動そのものは脱構築不可能なんだみたいな話でしかないはずなんですよね。でデリダもそう言ってたんだと僕は思うんだけど、デリダもやっぱりその法の力における正義とは脱構築のことであるっていうタイプの言説、そして正義は脱構築不可能でっていう言説っていうのは、やっぱりすごくこう強く、しかも素朴に受け取られたところがあると思います。今の僕の解釈自体ももしかしたら高橋さん、鵜飼さんからしたらそれは違ったよっていうふうに言われるのかもしれないけど、だけど学生の頃の僕はそう受け取ったんですよね。でつまり高橋さんとか鵜飼さんの活動、それこそ彼らの昭和の上映会とかの実践みたいなものと、脱構築についてのデリダの言明っていうのがこんなに簡単に結びついていいんだろうかっていう、問いが僕の中にあって、だからそれがこうなんていうか、あの頃のその法の力批判とかの後ろにあると思います。でだから逆に言うと、僕としてはデリダは本来こういう脱構築正義を言ってたはずだっていうのを今やっていると、デリダの語彙を使わずにっていうふうに受け取っていただいて良いのかなと思います。帝京大学の吉増と申します。ちょっと自己紹介等々についてはね、用意してなかったんですけれど、私も大学入った頃ぐらいかな、東さんのテクストとの出会いは、京都大学で大沢正史先生ね、ゼミでゲーム的リアリズムの誕生がちょうど出たばかりで、2007年。読んだというのが、最初と、あとは、浪人した時にね、現代文のなんか、このテクスト面白かったらこれも読んでみてみたいなブックリストに郵便本が入ったっていうのもあったりして、なんかそんな感じ、ちょっと皆さんよりはね少し世代上なんですけれど、はい、ということでこれもさせていただきます。はい、でちょっと僕はハイコンテクストの話にちょっと苦手なので、結構ね話にノロノロ進むと思うんですけどね、ご了承ください。はい、ではね、本発表では、東さんの存在論的郵便的観光客の哲学、そして訂正可能性の哲学における誤配の問題と社会的性についての思考から、デリダの民主主義論に向けた補助線を引こうと思います。はい。で、郵便本においてね、そして郵便本において誤配を起こすものとしてのね、リズムっていう問題が、特に第3章と第4章の最後の方に出てきてたんですけれど、そちらについてね、ちょっとデリダに立ち戻ってね、思考する可能性についてもちょっとね、視野に据えつつ考えていこうと思います。はい。よいしょ。ではね、1番です。定性目的マルチュードが郵便マルチュードです。はい。でね、すでに、森脇さんによる予約があったため、かいつまんで、小川さんもね、お話していただいたので、かいつまんでの話になりますけれど、初期デリダにおける、論理的脱構築、ね、最初の、声と現象からドラマトロジーについての、ね、脱構築が否定人格モデルになってしまうと。で、そのアイロを脱するために、デリダは70年代、難解のテクスト、文体のテクストを書くようになって、
それが、この存在論的郵便的ではね、郵便的脱合地区と呼ばれていると。で、否定神学とは不在の重心をめぐって展開される思考であって、まあ、語り得ないものによって駆り立てられる思考であるとされています。で、それに対して中期テリアっていうのは、その現れざるものに対して、まあ、絶対的に不在なものじゃなくて、まあ、確率論的なものとして捉えたというのが東さんの読解ということで、私、何に解釈してるんですけれど、で、まあ、この、ね、ビジョン自体は観光客の哲学でも引き継がれている視点でございます。まあ、皆さんね、もうすでにご存知かと思うんですけれど、確認してまいりましょう。はい。例えばなんですけれど、東さん、ここでネグリのね、マルチチュード論の、まあ、ある種の、まあ、不十分性というか、少しまあ、それだけでは解消しきれないものがあるというところを、ね、論じられておりました。で、いわく、ネグリにおけるマルチチュードについてはね、不可能に述べられています。引用です。こちら引用なんですけれど、マルチチュードの連帯はポストマルクス主義的盗作した戦術の延長線上にあり、闘争の特異性の無可の上に成立中と。だからその運動論には必然的に曖昧なものにならざるを得ないと。で実は、東さんは20年ほど前に存在論的郵便的という著作で、まさに浮きの、ラディカルデモクラシーを取り上げ、その戦術を否定神学的という言葉で形容して、引用終わります。で、なぜマルチチュードやラディカルデモクラシーが否定神学的になるのかというところに、ね、移りましょう。で、引用すると、まあ、共通のイデオロギー、例えば共産主義とかとかがなく、したがって本来存在するはずのないね、連帯がまさに連帯の不可能性によって媒介として作り出されるというふうになっているからだ。連帯は存在しないことによって存在する。ジジェクがラクラーたちに関心を持ったのはまさにこの否定神学的な、論理がラカン派精神分析の論理に近かったからだ。引用終わります。で、これに対して東さんは、郵便的マルチチュードとして、脱構築と同様の、まあ、否定神学の愛路を乗り越えるための郵便という確率的な次元で捉え答えようとしています。郵便的マルチチュードの意向を見る前に、ね、なぜネグリのマルチチュードやラクラオのラディカルデモクラシーが、連帯の不在によって連帯するという否定神学的な構造を取ってしまうのかについて確認しましょう。それはネグリの言う帝国、グローバルな、ね、経済的な新旧のグローバライゼーションの現象と国民国家というナショナルな現象の二層構造が取れる、捉えきれてないからというふうに、ね、観光客の哲学では言われていました。他方、東さんはこの二層構造、帝国、グローバライゼーションと国民国家、ナショナルという二層構造を、ね、自由に横断する、ね、ものとして、マルチチュードの主体として観光客を定義されています。で、東さん、観光客は、観光客の哲学第4章ではこのように定義されています。引用です。帝国の体制と国民国家の体制の間を往復し、私的な性の実感を法的に政治につなげる存在の名称である。引用終わります。で、これに対して存在しないものについて現実世界における、ね、コミュニケーション等の失敗、すなわち誤配によって自己的に結びつく、見出される効果として記述するシステムとしての郵便がなぜ観光客に結びつくのか。観光客、それは、以下のような論理です。観光客はさまざまな国民国家からグローバルに他国に物見算して、自国で決して、行かないような場にも思えてしまうと。で、そこでの出会いが多分に誤解に満ち溢れているものの、それこそが逆に、ね、新たな理解とかコミュニケーションにつながっていくというふうな見立てです。引用だと、連帯し損なうことで自己的に生成し、結果的にそこで連帯が存在するかのように見えてしまう。錯覚の集積による連帯を思考することで、まあ、否定神学的なに実態を伴った表現ができないような空間の中心をめぐる悪しきロマン主義的な表現しかできないマルチチュードに対して形を与えることができるのではないかという、このような仮説のもと、観光客の哲学では数学的モデルが参照されています。この発表ではちょっとね、時間の都合上結論だけ述べますけれど、世界の狭さが哀れみとか連帯を生んで、その世界の狭さが数学的なモデルによって実体的に語ることができるとなっています。で、まあ、その哀れみが後輩や訂正かもしれにつながっていくと。で、他方で、デリダのね、民主主義論において、誤謬の可能性を強調しています。私も翻訳にこう、すでにもう森脇さんと小川さんからね、ご紹介ありましたけれど、ヘグルンドがね、ラディカル無神論では、まあ、否定神学的モデルに対峙したデリダの思考こそが、まあ、自己免疫性でした。ね、ちなみに、こちらの、本の、やはり、否定神学的な思考として、ラカン
理論、特に初期のラカン理論に依拠したラディカルデモクラシーを批判しているのが第5章なんですけど、やっぱり、ネグリを批判するラクラをさらにね、その理論の不十分性というか、についてヘグルンでは書いております。で、自己免疫性とは何かと、ちょっとデリルにとって考えてみますと、それは何か。それは次の事態を形容するときにデリルが作用するタームです。すなわち、あるシステムが自らを台無しにしてしまうような現象や要因によって、逆説的に存在しうるという事態です。例えばデリダはならず者たち、こちら2000年超えてからの著作なんですけれど、においてアルジェリアで非民主的な勢力が、まあ、2段階投票あるんですけど、アルジェリアの選挙という。第1段階の投票によって伸長しようとした結果、逆に民主主義、まあ、非民主的勢力ですからね、伸長すると民主主義壊れちゃいますので、で民主主義を誤示するという名目で民主派が第2回投票を無期限に延期した、ね、民主的な投票を、ね、延期したという例を挙げています。で、ここで問題になっているのは非民主的な勢力であっても選挙という大犠牲民主主義において最も民主的な仕方で、勢力を拡大しうるという反面、民主主義者たちがそれに対して唯一成し得る抵抗は逆に非民主的なやり方しか取れないという点です。まあ、ある種のバブルバインドに陥ってしまうわけですね。まあ、だからこそ民主主義に内在する自殺的傾向をデリダは指摘することになります。しかし、この傾向が自殺的だからといって、それは悲観すべきものじゃなくて、むしろ失敗する可能性を含むがゆえにこそ、単純なプログラムに適用されない、まあ、決定の、ね、責任、重みというのが出てくるというふうにね、まあ、デリダは思考しようとしていますね。で、まあ、それこそが民主主義の存立の条件とさえデリダは思考しようとしています。で、こうした運動をルソーの、ね、改善可能性の概念に結びつけてデリダは思考しようとしているわけです。で、もちろんデリダの民主主義論には定性可能性のような、まあ、自己的な時間性というのは、まあ、全面的に、ね、前景化しているわけではないですけれど、まあ、単線的な発展、理性による軸義への疑義等々、やはり、東さんとの類似点は見出せるんじゃないかと思います。で、こちら、この論点に関して東さんにお伺いしたいのは、まあ、郵便本で論じられなかった後期デリダの政治論についての評価です。韓国、すでに、まあ、お二方からね、話がありましたけれど、やっぱり社会や政治について観光客の哲学、定性可能性の哲学、論じられていますが、まあ、いわゆる後期デリダっていうのは、まあ、定性可能性の哲学の中で、法の力がやはり勉強されるだけというのを、小川さんから話がありました。まあ、後半の宮崎さんのご発表で、現代民主主義論についてね、論じられてることなんで、今回デリダの政治的展開に絞ってね、評価を伺われると思います。というのも、特にヘグルンドに顕著なんですけれど、まあ、逆にデリダの失敗の可能性というのが、まあ、東さんがその観光客の哲学でおっしゃる、まあ、悪しきロマン主義的にも陥りかねないっていう、まあ、リスクとも裏腹だったりして、というのも、まあ、ある種、ね、自己免疫的で、まあ、結局そのどのように未来が展開していくのかがわからない、まあ、非目的論的、目的論的な、そういうその、まあ、否定神学を否定するからこそ逆にそういった目的に引っ張られるっていう運動を否定するからゆえに逆に決定不可能な未来っていうのを強調しすぎちゃって逆にちょっとなんかロマン主義的な、まあ、違う意味で否定神学的にこうひっくり返っちゃってる、まあね、リスクとかもあったりも、ね、するのでちょっとまあこの自己免疫性っていうのはちょっと東、特に、自己免疫性概念自体は新土地95年の著作ですが、ならず者は2000年超えてからでも郵便本が出た後の著作で特にその自己免疫性と民主主義が結びつくっていうのは2000年超えてからなので、まあ、やっぱり郵便本以降の、まあ、一つの重要なタームとしてちょっとまあお伺いできればなと思います、ね、では、第2点でございます。ルトモスという概念です。で、まあ、ここまでは、まあ、デリダの述べる自己免疫的民主主義が失敗の可能性を排除しないという点、そして東さんはまさに失敗の可能性を誤配について思考したという2点から整理してまいりました。それでは誤配の生まれる基準についてはどのようになっているのか、この点について郵便本に戻ってある論点に注目してみようと思います。それがリズムです。郵便本の第3章、郵便本の第3章のタイトルは郵便リズム亡霊化であり、その点から言っても同社の重要なトピックであるということは疑いようがありません。他方でデリダ自身も1970年から80年代にかけてリズムという述語をかな少なからず使用しているのも、まあ、使用しているはいるものの、国内外から見ても十分な研究が、蓄積が、ね、デリダ研究においてもあるとは言いづらいというのが現状です。これらについてさらに検討して話題を開いていきたいと思います。前者の論点から参りましょう。で東さんは、郵便本でリズムをいかのように定義しています。
デリダの絵はがき第1部の議事書簡に対してハイデガーを引用して解釈している箇所です。と引用です。問題は中略、リズム、つまり遠方のフォアハンデンデザインがラジオなどを通って現存在に近くまでやってくる速度なのであり、またそこで必然的に起きる異なる速度間の衝突、ズレなのだ、引用終わり。先にも述べた通り、メディアを通じて遠方のものが現存在、人間ですね、近くに到来するということが問題とされていて、その到来の速度の差による時差による誤配が生み出されるというふうな議論がなされています。で、まあ、情報や人物の来歴が抹消されてしまうことによる全体化に抵抗するためのデリダ的な策として、東さんはリズムに注目しています。ただ、第二の論点、研究の蓄積の不在なんですけれど、見せるんですけれど、デリダにおけるリズム研究の、ね、蓄積というのは少なく、東さん自身、デリダにおけるリズム概念のこちらも引用なんですけど、不発はそれ自体、デリダが提示した諸因由が持つある理論的限界を示しているというふうに述べておられる通り、まとまりを欠いたものにも思われます。それでもなお、ここに、さらに付け加えるとしたら、デリダはリズムについて述べるとき、まあ、グラ、長所でも絵はがき、第2部でも、プシュケ初衆のレジスタンス、あとは、二重の回です、三種のね、マルメロンでも、リュトモ、リズムと並んで、リュトモスという概念について述べるということです。リュトモスです。はい、この概念は、よいしょ。エミール、言語学者、エミール・バンベニストの、言語表現におけるリズム概念についてという論文で言及されたものです。よいしょ。立たないので、ちょっと、通しますね。要約すると、このバンベニストの論文は、古代におけるリュトモス概念の意味の変遷をたどるものでした。まあ、要約すると、リュトモスなる語は、当初は変化のただ中にある流動的な形を意味していたんですけれど、プラトンにおいて、運動や音楽について提供されるようになったという、まあ、来歴がたどられてくるわけですね。でまあ、この論文自体は1966年に出版されて、まあ、マルティネなど同時代の哲学にも大きく影響を与えています。特にね、マルティネ思想のドゥルーズ語り、ミル・プラトンへの影響などはね、小倉拓也さんもね、ご研究などですでに有名かと思います。他にもね、リズム論、山下昭一さんとかたくさんね、日本でも花開いてきていますが、さらに、有名かと思うんですけど、たださらに言うならば、このような時間的な流れ、空間的な形、広がり、双方にまたがる意味を持つ、ユトモスという概念について、感覚化や再演、金箔構造などの哲学層 を展開したデリダが、まあ、注目していたかもしれないというのは、まあ、不自然な仮説ではないでしょう。まあ、とはいえ、デリダとバンベニストの関係について、明示的に示された啓示と代行等のテクストから解き明かす作業は別の機会に譲ることとして、ここではリュトモスと東さんにおけるリズムの問題を接続して発表を締めたいと思います。よいしょ。ね、郵便本の322ページにはデリダのね、いわゆるフロイトのマジックメモについての覚書の読解を示した図があります。で、ここで真ん中の3層の界面、中間にあるパラフィン紙、まあ、これがフロイトにおける、知覚表象なんですよね。が現れる意識の引用として、ね、使われてるんですけど、この、ね、上に左右に矢印が引かれてリズムと書かれています。で、第4章ではあんまりそのリズムっていうのが、あまり定義、されてないんですけれど、まあ、おそらく、まあ、リズムっていうのは、浅らしく記載するために、まあ、上のね、パラフィン、セルロイド紙かな。刺激保護の引用になっているね。セルロイドが周期的にね、剥離されるという意味では用いられているかもしれませんが、まあ、ある意味でね、パラフィン紙とワックスボードの表面の、まあ、流動する一瞬だけのリュトモスとしての形を、ね、まあ、郵便棒におけるリズムの定義に従うなら、外界から来る知覚刺激とか、多様な強度 の、まあ、刺激とその差異と捉えることもできるかもしれません。他方、一般医師 2.0 とか観光客の哲学で登場した図を見てみましょう。右側ですね。ちょっとまあ、これはちょっと理想形っぽくなっちゃうんですけれど、こちらね、ニコニコ生放送の画面上に流れるコメントね、欄を示した図です。この図の中央にもね、やっぱり同様の変化するね、インターフェース、対面が描かれています。で、まあ、このインターフェース上に現れるコメントを拾って、まあ、出演者がフィードバックすることにね、東さんは新たな民主主義の可能性を見出しておられます。まあ、要するに、視聴者の共有する空気が、つまり無意識が可視化されるインターフェースですが、やはりこちらもね、時間経過とともに画面上から消去されてしまいます。一定の周期で変更されつつも、やはり空気感が持つ一瞬の形を可視化するものとされていて、まあ、まさにある種のユトモス的な継承ということもできるのではないでしょうか。で、郵便本の熱では消去された記載内容は無意識への落下、ね、ウーベー、ドゥルベの郵便空間って書いてあるんですけど、
無意識の落下によって郵便空間で行くことになりますが、まあ、私もちっちゃい頃ね、マジックメモで遊んだ時の記憶ではね、あれたまに消え切ってなくてね、図が残っちゃうんですよね、描いた絵が。で、まあ、亡霊的に回復してしまうわけですけれど、まあ、そんな感じで、まあ、消え切らないこともあります。まあ、それと同様に、まあ、無意識的な記憶として予期せず回帰することもあると。まあ、で、類比によって話を進めることに多少の限界はあるかもしれませんが、まあ、こっち側のね、ニコ生の話ですけれどね、流れてしまったコメントもまた自動的に発見されるかもしれない。で、昨今ではニコ生はかつてほどのプレゼンスはないかもしれませんが、一般意識 2.0 で同じく並べられているツイッター元にね、今で X になっちゃいましたけどね、X のトレンド機能や、まあ、そのツイートのね、ビッグデータによるつぶやきの数による可視化などは現在もね、ニュース番組とかでは活用されています。むしろね、東さんは郵便本以降、リズムというトピックを論じられてないように思うんですけれど、まあ、これらをリトモスとしてもとさらに増加クリアになるかもしれないっていう、ちょっと連想かもしれません。他方で、リトモスという概念を導入するといかなのような、まあ、疑問というか、考えにもちょっとつながっています。それは、この概念は動きつつあるものが取る一瞬の形である以上、何がしかの持続も前提されているのではないでしょうか。つまり、周期性の問題だけではなく、むしろ周期性に枠付けられながらも、土台としての流れの持続と言ってもしまっても良い何かもあるということです。もちろん、郵便本では周期的な転移切断が問題とされますが、切断と同程度に持続性もあってのリズムとは考えられるしないかと。で、このリズムが、まあ、ヘグルの否定神学的デリダを批判するときの、まあ、ある種の変質の可能性、自己免疫的な誤謬の可能性の中で生き延びることなのではないかと思うんです。つまり、まあ、転移と転移対象からの切断の、ね、転移と転移対象からの切断の間を取り持つものなのではないかというふうに考えられるものです。で、また、付着と周期的な切断という観点からは、先ほどの話上がりました。千葉さんの動きすぎてはいけないにおける、切断過剰と接続過剰の議論も思い出されます。千葉さんをはじめとした現代批評における、まあ、批評と哲学を架橋する心に向ける、東さんの影響に鑑みるなら、まあ、個人的にはリズムという問題形の郵便本以降の評価についても議論できますと幸いです。以上です。ご清聴ありがとうございました。僕の記憶ではっていうか、本当に25年前の記憶で喋ってますけど、存在論的郵便的の中におけるリズムの問題とはコーラの読解と関係してません？してない？してなかったとしても、僕の当時はの頭の中では関係してたと思います。コーラって、つまり場所を意味してるんですけど、デリダにコーラっていうすごく小さいテクストがあって、まだ当時未訳だったんですけど、僕それ読んでて、あれすごく面白いんですよね。いわゆるティマイオスの、プラトンのティマイオスの、生成論を読解してるやつで、場所自体がすごく振動してるんですよ。で、場所が振動することで、物が生成するみたいな議論してて、それと、それをリズムっていう言葉で言って、なんかつまりアルシクリチュードの問題を言おうとしてるんですよね。この存在論的郵便的ではリズムって言葉で、ただ僕アルシェクリチュールの問題をやろうとしてたんだけど、それっちの方向に深入りするとやばそうだっていうふうに方針転換があるんですよ。だからその後リズムって言葉が消えてるんですけど、別の形では回帰してて、今の、発表の中の前半でデリダの政治論についてどう評価されるかって話をされてて、まあ、僕はもう、最近のデリダをそんなにちゃんと追ってないので、それについて評価するような立場にはないですけど、訂正可能性の哲学の中の最後のあれ最後に喧騒が大事だって言ってるんですよね。トクビルは普通はアソシエーション結社の問題がすごく重視されてるけど、実はトクビルがアメリカに発見したものは喧騒で、つまりわさわさとしていることで、むしろ政治と非政治の区別すらつかないような状態で人々がいっぱい喋ってるっていうことなんですよ。で、僕は訂正可能性の哲学に書いてないんですけど、トクビルが言ったアメリカっていうのはジャクソニアンデモクラシーの時で、つまりポピュリズムの時なんですよね。建国の父たち の民主主義の理念というのは失われて、むしろ腐敗した民主主義の時代っていうのにトクビルが言ってるっていうことが結構大事 でにもかかわらずトクビルは民主主義擁護してるんですよ。だからあれはアソシエーションの問題、特に政治的結社の問題だけで考えるのっていうのは、多分トクビルの理解としても正確じゃないとかって僕は研究者じゃないかとでも言えないけど、多分狭くって、トクビルが当時民主主義の力だと思ったものは、政治と非政治の境界みたいなものも ごちゃ混ぜになって、人々がやたらとこう意見を言ってる状態で、喧騒ですよね、騒ぎっていうのが民主主義の起源にある
って彼は考えたんじゃないかと思うんです。で、僕は最近そういうことに注目していまして、で、僕がだからそのリズムっていう言葉で言っていたような問題っていうのは、どっちかというと僕の中ではそういう民主主義における喧騒みたいな問題へとこう引き継がれているというふうに解釈してもらえばいいと思います。存在論の問題じゃなくて、もっとむしろ政治的な、政治思想的な文脈で考えようとしているということですね。はい、発表始めさせていただきます。大阪公立大学の大畑と申します。皆さんこうデリダ研究者の方々本当に真面目にされていて、僕ちょっと不真面目にやってバランス取ろうかなと思います。はい、同じものだと見なさざるを得ないその共生性について、93年大阪府出身です。中学生の頃ファースト系ブームの中でゲーム的リアリズムを読んで衝撃を受けました。哲学批評にここから関心を持ちました。まあ、哲学の始まりが東洋輝ということですね。大学入学後はやや迷走しまして、デビッドソンという哲学者のコミュニケーション論が面白いなと思ったんですが、まあ、力量不足でとても扱いきれず、そのままずるずる博士へ行ってしまったということですね。博士課程進学後は子供の性ヘキサイティですねと呼ばれる中世スコラ哲学由来の概念を分析哲学のフィールドで、まあ、研究しました。博士論文では性質でありながら属性でありながら物の個別性を担うというこの中途半端な奇妙な振る舞いに着目して、量子的対象の同一性、まあ、言論ベータ読まれている方は全卓寺さんの議論とかああいうのをやったりとか、あと亡くなってしまった人への愛が個別的なまま持続するっていうこととか、そういったトピックを、まあ、このもの性の観点から統一的に説明できないかなということをやりました。まあ、たまたまなんですが今月、博士号取得予定となっております。では発表を移らさせていただきます。存在論的郵便的からはクリプキをはじめとする英米圏の哲学者を扱った一種の固有名論を引き出すことができる。出発点となる問いは、確定記述の束に還元されない固有名の常用はどこからやってくるのか。この問いに対する東の回答、ある固有名を用いる私たちのコミュニケーションがあちこちでうまくいかないことによって、私たちは当の固有名に対して素行的に常用を発見ないし錯覚捏造する。郵便本の整理に従えば常用を命名儀式から導く形状学者としてのクリプキ、常用を対象 A として取り出す、あるいは思考的内容に置く否定神学者としてのシジェクやサールではなくて、固有名が伝わる因果的な伝達経路に着目した唯物論者としてのクリプキを重視すると整理できるかと。まあ、もちろん命名儀式というのをベタに捉えるか、あるいは固有名に常用が宿るんだから、まあ、そういうのがあったとみなさざるを得ないよねっていう、そういう複雑な議論をするのでは全然違う話になるんですが、まあ、一旦図式的に、形状学者としてのクリプキっていうのを、まあ、こう一番最初に置いて図式的に、整理したいと思います。ある固有名が指し示す物事の固有性は、その名と関わる私たちのコミュニケーションの失敗、誤配やイメージの刷新、訂正を通じてのみ捉えることができる。このテーゼは東の哲学の根幹を成しておいて多様に展開されています。例えば大きな国家や理念なき後、新たな政治的アイデンティティ、あるいは観光から帰ってくる一つの家、観光客っていうのは旅人じゃないから帰ってこなくちゃいけない、どこかに帰ってくる一つの家をどう作るか、あるいは加害被害の二分法では捉えられない、すでに起こってしまった悪の中道体的愚かさをいかに記憶するか、データベース、人口環境によって半ば自動的に生成されたゲームのような小説は選択の取り返しのなさや愛や死の一回生を描けるのか。まあ、ここで黒字で書いているところがある種の固有性、歴史性に関わっているんですね。で、こういったものはすべてコミュニケーション失敗とかイメージの訂正によって捉えられるっていう、その本当に一貫した東の哲学がある。まあ、ゲーム的リアリズムの誕生でも、誤配とか訂正という言葉がなくても、例えばノベルゲームっていうのがメタレベルで、パラレルワールドみたいなのができることによって、私たちは、キャラクターを訂正した世界というのをメタレベルでこう考えてしまう、まあ、そういった議論を作れるかと。以上準備として本題へ。東によればコミュニケーションの失敗やイメージの刷新から素行的に同じ何かについて語っている、ないし同じゲームをしているが発見される。ではそうした失敗が生じた際、私たちが語っている何かを別のものに置き換えるのではなくて、訂正された同じものだとみなしたくなる欲望、あるいはみなさざるを得ない強制性というのがどこからやってくるのかを考えて、
もちろん東さんこういう関心持っていて、それは観客がゲームを変えることを許さないんだということをおっしゃってる。観客が我々がやってるゲームを変えることを許さないから、そこから強制性が生まれるんだって話を、まあ、もちろんされてるんですが、観客が、まあ、なぜ許さないのか、あるいは観客の要請を跳ねのけることが、跳ねのけたいと思う欲求とか、そういったものがちょっとどこから生まれてくるのかということを考えてみたい。東の哲学において、家族的共同体の拡張性は、目の前で苦しんでいる人へのルソーローティー的哀れみから導かれる。また、言語的コミュニケーションのメタゲーム、無限の解釈を止める契機としてもものが重要される。まあ、DV はあったのかどうかって言ったときに、暴力を受けた人が傷を見たら、まあ、そこであったなかったの無限のメタゲームというのが止まるという議論が弱いつながりにあると。だとすれば、同じ何かについて語っていると考えねばならないことの強制性についてもものを起点として考えられないか。まあ、とはいえ、もちろん家族とか国家、都市といった共同体は目で見て触れることのできる具体的なものであるわけではない。まあ、私が変化しても私であり続けるということは、なんかこう、ある種の強制性があるように思われるかもしれないけれども、そうですね、まあ、チェルノブイリという都市とかが、そういった具体的な目で見て触れることのできるものではないわけです。ではどうするか。何らかの共同体が一つにまとまり、同じ共同体として持続することは、その共同体と非常に強く結びつくものの発見と深く関わっている。これもバージョンアップになっているんですが、まあ、アーレントの制作者の議論とかなり被ってしまうので、まあ、もちろんそれ、アーレントの制作者の議論で東さんも論じている点です。福島第一原発観光地化計画から考えると、仮に原発被害地域を直接名指すことのできる固有名、双葉市が生まれていたとすると、その固有名は原発自体の存在や瓦礫の山、津波の塔を中心としていただろうと。この双葉市というのは双葉町ではなくて、被害地域を直接名指すことのできる固有名、東さんもこの固有名、があった方がいいんじゃないかという議論があったんですが、まあ、それは、この津波の塔というのが瓦礫の山を から作られる塔、まあ、この本読んでください。まあ、こういったものを中心としていただろうと。しかし、こうした主張には、まあ、ある種の懸念があって、共同体の持続っていうものをものに固くして象徴させることは、共同体の同一性とものの同一性を直接リンクさせるような、ある種の物心崇拝、ある種のフェティシズムみたいなものに陥ってしまうんじゃないかと。まあ、例えば、三種の神器の勾玉が本当に皇居になかったら、もう日本は日本じゃなくなるみたいな、日本の国体は維持されないみたいな、そういったある種の、物心崇拝ないし、ある種のエビデンス主義みたいなものにも陥ってしまうんじゃないかと。で、物心崇拝に陥らないために、ここで一つ補助線を引いてみたいと思います。分析系の形状学認識論者バーバラ・ベターは、私たちは可能性をいかにして知るのかという問題関心の中で次のように主張している。私たちは命題や性質の合理的な組み合わせ、矛盾のない組み合わせを思考することによって、経験抜きに何が可能かを知るわけではないと。そうではなくて、まず私たちは、ある特定のものが持つ能力や傾向性というのを知覚して、ここで、まあ、ある種の強制性が生まれるわけですが、そこから一般に何が可能かということを知ることができるんだと。引用ですが、私たちは物との相互作用の文脈を超えたところへ、それらとの経験を投影する、プロジェクトする傾向が自然にある。そうした投影は、おそらく心理学、まあ、ここで言う心理学というのはアフォーダンス理論とかですが、心理学の基本であり、そしてほとんどの場合、意識されることなく生じると。まあ、例えば、広島に原爆は落とされなくてもよかった。にもかかわらず落とされてしまったという可能性は、そういう可能世界みたいなものを私たちが頑張って思考するというよりも、まあ、原爆ドームがあのような姿になってなくて、広島県物産陳列館のままであったかもしれなくて、そういった目の前のものの、能力や傾向性、まあ、この能力や傾向性というのはちょっとその、普通の水溶性みたいなものよりももっとこうポテンシャルみたいなもの
ですね。ここでちょっとベルクソンとかドゥルーズを思い浮かべる方もいるかと思うんですが、そういったポテンシャルみたいなものを、まあ、私たちは知覚して、そこから、原爆が落とされなくてもよかったっていうような可能世界へとつながっていくっていう話ですね。うん。まあ、皆さん結構東さんへの質問ということをされてたので、僕もちょっとアドリブなんですが、まあ、0年代とか10年代の批評で想像力かアーキテクチャかっていう議論がずっとあって、で、このベターの議論なんていうのは、まあ、想像力をあまり信用してない。だけれどもそのアーキテクチャの側からなんとか想像力を触発させるようなものはないかということをずっと考えて、まあ、ここでは詳しく説明しませんが、ベターは想像力は認識的関数なんだっていうちょっと面白い議論をしていて、まあ、それここでは説明しませんが、後でまた関心ある方は読んでみてください。で、こういったベターの議論を踏まえてちょっと改良してみたい。何らかの共同体が一つにまとまり同じ共同体として持続することは、その共同体と非常に強く結びつくものの発見、そして物が持つ可能性の認識と深く関わる。つまり重要なのは物それ自体、物の統一性それ自体ではない。異なるものであってもこれはこのような姿でなくてもよかったという可能性の認識を通じて同じ何かが自然に強制的に想起されることが、まあ、重要なんじゃないかと。うん。まあ、身近な例で言うと、例えば修学旅行で法隆寺に行って、で、あ、これ聖徳太子が建てたんだなとか思って、こう傷とかを見るわけです。あ、で、これ飛鳥時代の人も触れてたんかなとか思うわけです。でも、まあ、普通に考えてというか、あれです、一回全焼してもう一回作られているので、見てるわけがないんですね。で、まあ、日本の神社仏閣みたいなのは大体そう全焼してもう一回作られてたりするわけです。でもそれによってなんか聖徳太子も見てたのかなとか思って、なんか飛鳥時代との人との距離感が縮まったりとか、まあ、ちょっとナショナリスティックに言うと我々日本人みたいなものが生まれたりするわけです。で、それでいいんだっていう話なんですね。で、観光客の哲学のドストエフスキー論から考えると、結びつけると、ペレズモンとジューシカは別個体であるはずだと。しかし、勇者はジューシカを目の前にすることによって、ペレズモンの役割はジューシカ化になっていたかもしれないと想起し、一つのジューシカ的なるものが発見される。そしてまたジューシカ的なるものは少年たちの共同体形成に不可欠なものとなるだろう。うん、まあ、少し私の哲学の専門的な用語を言うと、専門的な用語で整理させてもらうと、イリューシャのこのもの性と、ジューシカのこのもの性が入れ替わった現実とそっくりの可能性みたいなものを作ってしまって、それは質的に区別ができなくて、でそこから何かこう同じジューシカ的なるものが作れてしまうみたいな、そういった性になります、僕の、用語で言うと。はい。で、まとめの、スライドに入ります。何かを同じだと素行的に見なさざるを得ない、まあ、そうした強制性をはらんだ認識、定性可能性の認識は、私たちが何らかのものを知覚し、これはこのような姿にならなくてもよかった、あるいはこれはこのような姿だったかも、あれはこのような姿だったかもしれないと、自然にないし意識さえせずに考えてしまうことから出発するんじゃないか。まあ、最後に定性可能性の哲学の新エロイーズ論から少し言うと、ボルマールの要求からなされたサンプルへのジュリの口づけは、ジュリのファーストキスの記憶をいやおうなく上書きする。このシーンには、ジュリが強烈な知覚によって意識する間もなく可能性をたどらせられて、そして同じもの、つまりファーストキスもこの乾いたキスと同じになってしまうというものが発見させられる、その一瞬のプロセスというのが凝縮されているんじゃないかと。うん、まあ、ここ僕、定性可能性の哲学で一番好きなところなんですね。こうした、なんていうか、強制性的なものも感じるし、でも、いやいや予断的になりますが、未来にキスが修正されてしまうとしても、今キスするしかないんだみたいな、そういった、まあ、なんか未来にキスじゃないけど、そういった何かこう、ものも感じるし、ここはもうとても好きな、ところです。で、これで一応発表は終わりなんです。
が、まあ、15分ちょっとあと1分ぐらいあるので、まあ、今回僕データ研究者ではなくて分析哲学者と英米系の哲学者として入っているので一つその観点から言わせてください。僕の目から見ると存在論的郵便的っていう本はとても英米系の哲学と大陸系の哲学を最もうまく橋渡ししている架橋をしている本に見える。まさにそれは東さんは意図しないと思うけれども僕の目から見るとまさにそういうふうになんていうか訂正されて読めると。でそれは今例えばニーチェを論理学で整理するとかっていった表面上の、まあ、付き合いと表面上のすり合わせみたいなものとは根本的に異なっていてある種の固有性とか悪とは何かとかそういったものをこう考えるためにお互いの、まあ、カルナップだったりサールだったりクリプキだったりする哲学者を呼ばなくちゃいけないんだっていうそういうなんていうのかな強制性っていうのかな要請みたいなもの必然性みたいなものをすごく感じられるんですね。でこういうふうに架橋するしかないんじゃないかと僕は思っています。以上になります。ありがとうございました。同じもの性のなんか強制性は一体どこから来るのかって話なんですが僕の回答は大畑さんもご存知の通りつまり同じもの性はものそのものから来るのではなくて他者が要請するわけですね、はい、でつまり僕として同じ人間かどうかというのは僕は決めることができない。それと同じように例えば日本人が日本人として同じことをやってるかどうかは日本人は決めることができなくて、うんうん、他者がそれを連続してると思うかどうかっていうことでしかない、はい、でつまりアイデンティティっていうのは自分の中にはなくて、はい必ず他者が見ているものでしかないっていう、まあ、ある意味でその点では僕は非常にスタンダードに大陸哲学っぽいわけですよ、はいはい、でおそらく大畑さんのその発表というのはなんかすごい僕コメンタリーみたいになってますけど大畑さんの発表はなんかそれをすごい分析哲学的な用語で再構成しようとしているのでなんかずれているような気が私はしています今だからちょっと今うまく答えられないんですよね。なんかこう用語がずれてしまっているような気がして、はい、しながら聞いていました。ただ一番最後に言った来てくれたことについてちょっと言うと大方みんな忘れてるんですけど僕ってもともと科学哲学出身なんですよね、はいはい、でこれ実は、このデリダ論っていうのはまだ科学哲学の記憶がかなり強かった時に書いている、はい、特に前半はここがかなり大事でその頃は僕はデリダとかドゥルーズよりもむしろクワインとかを読んでるんですよ、はい、実は大学の授業とかでだからカルナップとかが出てくるのも結構自然で、はい、おそらくなんか前半が融合してるのってかなりそのせいだと思いますね。であとこれも時々言ってることですが僕がそもそもすごくデリダを論文を書けると思ったきっかけというのは野江圭一さんが当時東北大学にいたんだけれども駒場の大学院用に集中講義をしたことがあってでその時に彼がクワインの、ホーリズムの話 と、デリダの、なんか脱構築みたいなものをつなげて独特のこうナラティブ論みたいなことを後本になるんですけどそれをやってた時なんですよ。でその時に主に説明されてた主に使われてたクワインだと思うんですがクワインの哲学を使って結構デリダについて鮮やかに解説されてたという記憶が僕の中にはあってそれがこの僕のなんていうかデリダを分析哲学の用語で解釈できるはずだっていうなんか最初の直感の、うん、きっかけになってると思います。でただデビッドソンっておっしゃいましたでしょ、はい、でだからなんかちょっと僕よくわかんない僕これもしかして間違ってるかもしれないけど、はい僕だから分析哲学って言ってもあんまりデビッドソン親しんでなくて、はい、なんか対象そのものとかについて考えてるなんか分析哲学僕苦手なんですよでだからクワインとかの方なんで、はいはい、だからもしかしてそのズレと関係してるのかもしれない、はい、だからデビッドソンから入ってて僕の文章を読んでて、はい、分析哲学に近いよと思って理解するとこういうズレが起きるのかもしれないなと思ってた。すいません、すごく変なコメントになってて、おそらくそのズレみたいなものを僕
こう見ていただけたことも結構重要なことだと思います。デイビッドソンとデリダって似てるっていうふうに議論言われることがあって、はい、ローティーが多分どっかでそんなこと言ってると思うんだけど、はい、僕あんまねそう思ったことないんですよね、うんうん、やっぱりデリダって基本的にそのなんか全部そのディスクールの問題っていうか、うん、ディスクールとかナラティブの方から考える、だから何かの対象を見てたとしてもその対象を取り巻くナラティブとか記号の方から考えるけど、うん、デビスのところズバリなんか一気に実在論、そう一気に実在論、はい、だからその違うと思うんですけどね、うん、僕は、うん、まあ、そんなことを分かります、はいはい、ありがとうございます。もう一言あることあります、答えれる。はい、まずちょっと補足として国際経済コレージを取り上げたんですが、まあ、なんかそのコレージが運動だから面白いからと思っているというよりもその背後にあるこう理論的な枠組みが、僕はそもそも東さんのなんかこう横断とか横向きの超越っていうふうに90年代の終わりから2000年代に言われたことを、デリダも学問論あるいは新しい 学問制度を作るにあたって考えたんじゃないか、まあ、具体的に言うと、これ横と縦で説明できると思うんですけど、横で言うと学際性を批判するんですね。で学際性というのはいろんな、ディシプリンの人たちが集まって一個のテーマの周りで喋ってるだけで何も新しいことが起きないって言っていて、そうじゃなくて新しいテーマを提起することこそが ある意味では真の学際であり学際性であり、それはインターセクション交差って言い方をデータはしてる。でそれが面白いことにこの70年代東さんが着目されている70年代というのは学問論であると同時に翻訳論がこうデリダの中に入っていく、ベンヤミンをその時期に読むんですね。だからいろんな学問の間の翻訳が必要だっていうことになっていき、それがなんかすごく誤配とか横断っていう、まあ、東さんのテーマとすごい近いと昔から思って、これが横向きで縦で言うと遺産相続あるいは再生産をずらすってことになる。こういう横と縦でこれ以上まず理解するとすごいなんか東哲学とデータの中にすごい接近してるってことが分かるってことを言いたいな。まあ、それが一つと、あとはまあ有料であるっていうことの大事さということを東さんが言われたんですけど、コレージュがどういうふうにしてるかというと、6年周期で全部のメンバーが変わるっていう形で、その一応多分転移共同体化するのを防ぐってことをやってると思います。でそれをまずお聞きしたいです。どう思います、単純に。いや、いいんじゃないでしょうか。というか、国際哲学コレージュに僕が判断を下す立場にないところか、言論をそんな、風に比較していただいてびっくりしきりですけれどもありがとうございます。でただ、まあ、付け加えるとすればですね、森脇さんが引用してた中に大学は知の、郵便制度で家族は知の郵便制度でっていうのを僕が昔書いたらしいじゃないですか、はい、で完全に忘れてましたけどあれはまあいい話で、いい話でっていうのはつまり僕がやってる家族論は大学論ですね。そうだと思う。でだから僕ずっと家族の脱構築みたいなことをしてるわけですが、だからあれは大学制度論として使えるはずですね、うん、でやっぱり僕なんていうかあそこでデリダが言っていたことっていうのを普通に読んですごくわかる感じがするんですよ。その大学っていうその教育制度っていうものをつまり権威っていうものに対して抵抗するあまり、むしろアナーキーになってもダメなわけで、それやっぱり継承しなきゃいけない、うん、継承しつつ開かれなきゃいけないっていうのは、うん、まさに僕がだからいい共同体の作り方としてどういうものがあるだろうっていうことで、まあ結局家族的っていう言葉を脱構築するしかないんじゃないかっていう、まあ、結論に僕としては到達してるわけですけど、まあそれは結局大学制度論でもあったのだなと気づかされました。ありがとうございます。まあ、ゆえにこの本の中で同じ年代を扱ってるのに大学論がないっていうことは何でなんだろうとかは普通に思ってもいたんです、うん、でももう一つ、あとすみません、訂正可能性の哲学についてお聞きしたいんですけど、デリダが全然出てこないというお話がさっきありましたが、同時にカラタニ工人が出てこないっていうこともあって、クリップの話ってやっぱ探究っすよねとか思っちゃったのと、あとアソシエーションの話のところでいろんな風に勝手に使われているがとかっていうふうにできてるんですけど、でも結論から言うとデリダを使ってないのはどちらかというとデリダはですね、まず簡単に言うと非常に今回いろいろ参照しようとしてたんですけどできなかった、つまり全体があまりにもデリダ的なんですよ、僕の今回の本の構想全体が。で逆にそのためにデリダのここの部分を言ってるようにっていうパーツとして取り出すことができなくて、だから中2に入ってるんですよね。だからこれ全体がデリダに影響を受けてますみたいな、
これ全体がデリタっぽいことやってますっていう感じになっちゃってるんだけど、その分むしろデリタの影響が深いということは思ってました。で、特にそのルソー論のところは本当は僕はデリタ引用したかったんだけども、例えば自然と作為の関係っていうか人工的自然みたいな問題はすごくデリタ的な問題なはずなんですよ。で、だからフロントロジーについて読み返したんだけど引用できるところが見つからないんです。で、デリタってつまり引用できない人なんですよ。で、だからうまくデリダを使って他の人とつなげるということはできないということで、ちょっとこう諦めたと。で、片見浩人さんについては、ちょっと全然別 の, 理由ですね。で、まあ、しょっちゅう言ってることですから、さっくり言いますと、片見さんが今評価されていることは僕は良いと思いますが、ただ、ある時期以降の片見さんは、やっぱり一時期の持ってたダイナミズムを失ってるというのが僕の理解です。で、今なんか例えば探究を引用して唐谷浩人はっていうことを入れる意味が僕は感じられなかった。つまり90年代に唐谷浩人を自分の中に入れることには意味があったんだけど、今の唐谷さんを、そうね、まあ、そういうことですね。だから昔の唐谷さんを持ってくることはできたと思うけど、それが、そうです。はい。わかりました。全く引用というか、参照も今回し、結果的にそうなったのか、さっきちょっとやめとこう。結社の問題とか。いや、つまり非常にシンプルに言うと、YouTube とかで追加されてるんで、あれですけど、つまり、唐谷さんを、例えば、取り出すとしたら、唐谷浩人の本当に言ってたことは、こういうことだったはずだって言い方で書かざるを得ないんだけど、それは暗黙に、2000年代に入ってからの唐谷浩人への批判を引き起こすので、そうすると中とかの中で、しかしみたいなことをやらなきゃいけなくなって、それはなんか日本では良くないのかなと思ったわけです。かなり別の文脈に引き、なんていうか、あんまりもうそのなんていうか、そういうこう唐谷浩人をついに批判したとかっていうような文脈の中に入りたくなかったなっていうのが正直なところですね。はい、ワインと同世代の哲学者は唐谷浩人がいるっていう形で1回だけ登場するんですね。そうなんですか。ワインじゃない。いや、そうかもしれない。そうかもしれない。重要な。そこでなんか微妙な参照が行われてるわけで、なんか、実は、僕はそこを見ちゃった。確かに、唐谷浩人になってもいいもんね。なんか、それで抑圧の回帰のもの、精神分析的じゃないですか、それはね。はい、ありがとうございます。はい、ちょっと時間が取りすぎて。じゃあ、若川さんの方から、はい、また、はい、僕としては、すごい近いです。そうです。まあ、思ってた回答ではあったんですけど、まっとうな仕方で、なんていうか、公式的にですね、こういう話ができることはなかったので、非常にストレートで良かったです。つまり、後期デリダーでは、の可能性の見えなさ、あるいは前期デリダーのシンプルさっていったこと、がデイドを読むときに読者として結構入ってきてしまうときに、じゃあ読めなくなっちゃうのかとか、そういったテーマに接続するポイントがないのかって言われると、それはそれで貧しいなと思う部分があって、それじゃあいかなる言葉にできるかっていうのは結構なんか重要な気がしています。例えば他にもなんか許し得ないものを許すみたいな、多分パラドクスの表現があったとして、まあ、それはパラドクスとしても捉えられるんだけど、例えば許すことが可能な人がいなくなってしまった世界で許しっていうのはどう残ってるのかみたいなことって考えたら結構リアルだと思うんですね。普通に戦争の被災者の人が死んでいった後に何が残っているのかっていったことっていうのはアクチュアルだし、そういった人の世代性みたいなことをデータってすごく考えてた人だと思うので、そういった本案が可能であり、そういった仕方で読み直すことができるんだってことが、話して出たのが非常に、嬉しかったですっていうのはまず第一にあります。で、その上であと第一歩とかですね、ルソー論が定性観察哲学に入ってて、まあ、そちらについても多分同じような仕方で、本案がなされ直している。デリダではなく、まあ、ルソー読解のコアにかなり影響を受けながらやってるっていう印象があって、そこも、気になったところで。で、その上で、もう一回、その上で質問しようと思ってたことがあって、それは、脱構築とフラグマティズムっていうコロックが、かつてあって、その構図っていったものを思い出すわけですね。つまり、
正義っていった問題設定っていったのは神秘的すぎるからプログマティックにやっていこうぜっていうのが一つローティの態度としてあって、東さんの本を読むとローティに固くされていくっていう方向性が一方では見えるわけですね。つまり、正義とかっていう理念ではなくて創造的な形での連帯っていったものをある種、まあ、組み立てていくっていったそういったコミュニティのモデルがあると、まあ、ただしとはいえそれにある種のプラグマティズムであるって言い方に対してでは微妙に距離をとっていて、プラグマティズムと脱構築の間ぐらいで準超越論的だとか超超越論的みたいな言い方をこだわる部分があるんですよね。で、このその微妙な差異みたいなものは多分さっき大橋さんとのやり取りでも微妙に出ていた部分で、どこでそういったところが、担保できるかって言われると、ある種の発生論みたいなところが入ってくるときに、そういうなんていうかな、ある種経験的だとか単にプラグマティックっていうのはじゃない要素が入り込んでいる感じがするんですね。ここで例えばさっきの同じものの発生っていうロジックで、定性可能性哲学で言えば多分クリプキの神話性みたいなものをどういうふうに扱うかっていった話が多分出ていて、多分真ん中ら辺だととりあえず神話は神話としてある、ある伝統は伝統としてあるって、そういったお話をとりあえずが機能してるっていったことをとりあえず考えておこうっていう話になっているように見えるんですね。で、それは分析哲学的な言葉遣いの場所ではそうなってるんだけど、多分おそらく理想論は発生論に踏み込んでる可能性があると僕は思ってますね。それはさっき現役宇宙の話は微妙に迂回したことが、その時があったって言ったことで実は関わっていて、そういった形式的な言葉で書きにくい部分を別の水準の発生論として描き出してる部分は、まあ、実はあって、そことの差異みたいなものはなんていうかそのプラグマティズムと脱構築の間でデータが何か思考しようとした常用になってるんではないかっていう感じが、していました。で、問いにあんまりなってない気がしてきたんですが、つまり、翻訳をしてつまりコアにルソーが結構入ってきているっていったところは、いわゆるその英米哲学的な本案じゃない大陸性みたいなものの、誕生を強く感じ、かつそれはある種の原因一部だとかいわゆるデイダーの語りにくいパートに相当しているんじゃないかっていったことをちょっと思ったので、それについて少し話が聞けたらなと思ったんですが、今回の訂正可能性でですか？あ、でっていうことですね、っていうことですね、はい。でその上でその単にプラグマティックっていうのじゃないある種の超越論性に関わる言明を今の東さんは必要としているのかみたいなものが、まあ、少し気になってっていうか、僕の立場は一貫して、世界には経験性しかなく、超越論性っていうのは僕たちの経験的な予測が失敗した時に即応的に作るイリュージョンです、うんうん、で、だからなんていうかな、世界が予想通りに動いている場合、僕たちはおそらくほとんど何も考えない、うんうん、で、おそらくこれだから自我とかそういうものも含めてそうなんじゃないかと思いますけど、うん、世界との関係が失敗したときに僕たちはそれなんでだろうと思うわけですよね、うん、で、世界の事物もしくは他者が予想通りに動かなくなったときにそれについて理論を作る、うん、で、予測を修正するってことをやる。で、それが即応的に僕たちが超越論的だとか言ってるものを多分生み出してるんだっていうのが僕の考えなんです、うん、だから製品についてもそうで、結局そのまず普通になんか日常生活していいと悪いと決まってるところでやってる間は問題がないと、で、何か新しい事例が来る、しかしこれはさすがに悪いのではみたいなことを全く新しい事例に対応するときっていうのはおそらく彼氏の直感、個人であれば直感でやるだろうし、集団であったとしてもほとんど理屈なく決まってるんだと思うんですよね、うん、集団的な感情で。ただそれがある程度落ち着いたところで、では今回の判断の理由は何だったのか、うん、で、今回の判断と今までの判断との整合性は何なのかっていうところで多分正義ってものを呼び出されると、うん、いうふうなものだと僕は思っているので、うん、そういう意味でだから正義そのものの発生論みたいなことというのは僕は考えない立場なんですよね。ただこれは全てが経験論的であるということではなく、私たちが常に超越論的な理念を作っちゃうということでもあるので、経験論で全部いけるという話ではないっていう感じです。で、後半のルソーについての質問というのは、僕もちょっと質問の意図が分かってるかどうか分からないのですが、定性可能性の哲学においては、つまりあれ一般紙 2.0 と新エロイズを合わせて読むっていう、うん、まあ一言で言うとそういう企画ですよね。で、
で、しかもあれ、まあだから、あれも存在論的に似てて、うん、要は、なんでシン・エロイズなんていうキムの小説書いてんだって話なんですよ。うん、もうあれは。で、あれ、シン・エロイズ実際皆さん読めばわかりますけど、なんでこれ書いちゃったんだろうっていう、すっげえ長いんですよ。しかもあれ結構当たってるんですよね。すごくベストセラーになってるところまで含めて、やっぱり奇妙なテクストなんですよ。で、そういうものを、やっぱり、人間不平等起源論と社会契約論を書いた人間がなぜ必要としたのかっていうところからこう問いかけとしては始まってる。うん、だから、まあ、そういうところはだからその普通の政治思想的なアプローチと違う部分っていうのがあそこに詰まってて、でただその意味というのは僕もよくわかんないところがありますね。うん、つまりなんで僕がこうああいうことをやるのかっていうのは僕もよくわかんないところがあるわけです。うん、つまり今回転生可能性の哲学っていうのは僕自身の多分なんかいわゆる分体力というか構成力みたいなものがかなり上がった結果なんか全体的に統一されてるいい感じの本みたいな評判になっててそれすごいいいと思うんですけど本当はシン・エロイズの読解のところすごい変です、うんうんうん、あそこはだから周りからあそこだけポカンと置いててだってあそこだってあらすじ紹介みたいなものに4ページとか5ページとかなんかすごい使ってるんですよね。ボルマール、ボルマール誰よみたいなことでしょ。知らないよね、誰も。登場人物も。登場人物も多いし、しかも登場人物も全部説明してるんですよ。で、男女なんて知らないよ、どうでもいいよ、そいつ。で、でも、あれがなんか、だからあそこだけテクストの感覚が変なんですよ。で、で、だからなんであんなことを僕がやるのかっていうのは、ちょっとなんかこう、僕という書き手の謎で、うん僕もよく分かるんだ。観光客も最後ドストエフスキー論で終わるんじゃないですか。そうなんですよ。なんかああいうのやんないと気が済まないんで。ただ前回もやっぱり今まではだからああいう部分が結構こう本論と切り離されてこう後の課題みたいな感じで提示されてたんだけど今回はだから本論の中に組み込まれてるかのような雰囲気を出すのに成功してるんですよ、うん、あれはなんか自分の習熟を感じました。なるほど。まあそうですね。グラマトージ自体が、まあ、ある種そういう傾向を持って、要するに、つまり前半部分に理論パートみたいなのを出してて、ね、後半にめちゃくちゃ長いルストラみたいなのが急に挿入されて、普通に読むと結構長すぎてわけわかんないんだけど、でも読んでいくと結構面白い部分があり、かつ実はルソー論の方に構造主義ではない発生が予測残されてるんですね。つまりだから、クリプキの場合に神話がボーンって要請されるんだけど、そうじゃなくって、にもかかわらずしまったっていうロジック自体の始まり、起源とその発生って論点を問われたのが実はルソーの方で、あっちの方のなんていう。そう、だから、ただ原理起源論は多分リズムの話みたいな、リズムじゃないけど、メロディーの話だな。言語起源論はメロディーの話をしてるはずで、うん、言語の起源として音楽の話をしてて、だからなんていうか、デリダもそういうところがあるんだと思うんですよね、うん、ある種の発生論的な神秘主義みたいなものを避けながら、うん、どこかテクスト読解というか言い訳を作るとそういうことをやっちゃうっていうか、うん、ところがあるんじゃないか、うん、まあちょっとこの辺でじゃあ吉村君さっきメロディーの話にちょっと入ってきますけど、はい、なんか、それぞれ別立てで立てた、問いのねリズムとね政治っていうのがなんかつながるっていうところでしょ結構なんか思ってなったんですけれど、こうなるとそのリズムっていうのはある種こう、まあ、ある種なんていうの、ボコボコ、うごめくみたいな、そんな感じで考えられてるのかっていう。さっき、喧騒の話じゃないですか。なんか、割とリズムって、こう、なんか自分の中でもその、乱れてる感じと、この、カオスと、反復みたいな。そう、反復にあるもある種の整理と、なんかこう、その微妙なこうバランス感覚のところがあったと。でなんか考えちゃうとちょっとまあ多少のなんかいやでも多分なんかリズムの複数性みたいな話で、うん、先ほど吉松さんも引用してくれたフォアハンデン剤とかなんかこう戻ってくるなんか速度がずれてんだみたいな、うんうんうん、話なんていうかことと多分関係してて、うん、そのつまり世の中にいろんなリズムの人がいるよって話だと思うんですよね、うん、すごく当たり前なことになってますけど、うん、でで結局その政治のリズムっていうのはまああるとして、政治のリズムとは別にいろんなリズムがあるわけですよ。で、そのいろんなリズムっていうのが重なって社会っていうのができてて、それをだからすごく全体として聞くと、うわーんとこう、なんていうか、うん、まさに喧騒に聞こえると。でも一人一人は、だからそれこそ一定のリズムで、
メロディーを刻んでるのかもしれないと、うん、でも全体としてもそれノイズになってしまう、そういう空間っていうのがまあ民主主義というもののすごく基礎になる、うん、まあもしくはこの訂正可能性の哲学での最後に特別並べていった言葉を使えば、だからバフチンの対話みたいなものですね、うん、でバフチンの対話みたいなものをポリゴニーみたいなものもそういうふうにしてこの考えるべきで、だからポリゴニーっていうのも本当はだからあの声が骨が複数ある状態でしょ、でだから音楽用語としてのポリゴニーっていうのはこう合わさってしまうけど、それが全く合わされない状態で不整合のまま全部が喧騒としてあるような状態で、まあそれがこういいと思うんですよ。でだからそういう僕の観点からするとちょっとさっき学園でも言ったけれども、そのいわゆる僕が政治っていうことに対して僕とだから普通の地の人文学の大きな違いっていうのは政治っていう言葉の評価の仕方なんですね。でここ20年ぐらい結局政治っていう言葉っていうのは人文学の中で非常に強い意味を持っている、でいろんなものを政治的に読むっていうことになっている、でけれども僕は実は政治っていうのは実は人間社会をすごく貧しくするものだと思ってる、だからここがもう全然違うんですよね。で僕にとって政治っていうのはつまりそのあっといろんなメロディーがあったのを1個のメロディーにする行為なんですよ。友と敵という1個のメロディーにする行為であり、すごく人々の表現を単調にする行為であって、非政治的な、つまり政治的な束縛っていうのが緩ければ緩いほど社会の、まあ、少なく文化的には豊かになるというのが僕の考えなんですね。だからそこがだからこう いわゆるなんていうか人文学の最近の流行と僕が全然違うところですね。でそれはだから今のリズムの話と関係してすみません、デリダの話はごめんなさい、ちょっとできないんですけど、まあ、やっぱり先ほどの東さんと のディスカッションを踏まえて、その分析系と対立系 の本当の溝って何だったっていうことをやっぱり考えてて、それが何なのかということをまず聞きたいことなんです。で、なんか結構今いけるんじゃないかみたいな、意外と簡単に過剰できるんじゃないかみたいな空気っていうのはやっぱりあるんですね。で分析系でも昔はカルナップエリアが言語哲学で、そこから、サールがあって心の哲学で、でも今我々はみんな存在について考えている、母体について考えてて、ウィリアムソン、ティモシー・ウィリアムソンというすごく有名な分析哲学者がもう本当にその、そういった形で歴史をまとめてて、で今我々はもうガチで、何でも考えられる、分析系でも何でも考えられるんだっていうことを言っていて、でそれと今の大陸系の例えばベルクソンなんていう研究者はもう本当に非常に、分析系の哲学者、心の哲学者とか、あるいは形而上学者とかと本当にこう交流している、私も含めて交流している、で結構意見じゃないかみたいなのがあるんですね。でじゃあ例えば今の東さんの話を聞いて、じゃあ例えば分析哲学がもう一度言語哲学だった時代に戻れば交流できるのかとか、そんな単純な話では絶対にないわけで、で そこでその後の記号っていう言葉を出されてて、で我々分析哲学者が存在とか心とか言語とかっていう言葉を使っていても、記号という言葉を我々は使ったことがない。でもしかするとその記号論というか、記号っていうことを考えれるか考えないかということに、もしかしたら本質的な方法論とかではなくて、むしろなんかある種の溝があるんじゃないかと思ったです。いや、なんか僕ね、僕ねって言うのは変ですけど、僕だからすごい簡単に言うと、僕はだからこれまたちょっと皆さん何を言ってるんだどうかは知らないけど、僕ね、言葉を正確に使おうと思ってる人っていうのは今一つ哲学者じゃない感じがするんですよ。はい。はい、多分僕の分析哲学への根本的な違和感はそれです、うんうん、言葉を正確に使おうとしようとしてる、してます。言葉は正確に使えないので、はい、僕たちは苦しんでるんで、言葉が正確に使えたらそれはいいですよ、でも言葉を正だから、そこだと思いますね、僕分析哲学というもののなんかすごくスタンダードななんていうか違和感は。わかります。我々は言葉について考えるときも、心について考えるときも、存在について考えるときも、とにかくそれを語る言葉を正しく使おうとしています。間違いなく。で、僕は無理って思ってるんで、なんていうか、そこがやっぱりすごい違う。やっぱり、東さん、明晰にめちゃくちゃ書こうとするところがあるのはないんですか？明晰さと正しさは全然違うんだと思うんですね。だから、
僕が使っている言葉自体の意味っていうのも変わってしまい、また再定義されていってしまう、その可能性を僕が制御できないっていう形で作るしかないから、と思ってるんだけど、やっぱりなんかやっぱりこう、その分析系の人たちは、これがただ、これが最終回答みたいな、はい、と思って毎回やってるんですよね。少なくとも僕はそこで。いや、だから僕はそれがだからすごい大変な違和感なんです。なんかまず使う用語を全部定義してから、みんな正確にしてそれを共有してからみたいな、そのお膳立てを作ると、うん。そういうなんかこう、非常に厳格な方法論なんだけど。でも厳格とは何かとか定義とは何かって話だよね。うん、結局そういう中間もあるし。そう、だから、なんか、いや、つまりやっぱり、そのあそこで書いたクリプキのね、クワスのパラドックスみたいなものっていうのはやっぱり僕にとっては非常に重要だと思ってるし、あれは非常になんか日常的な言語コミュニケーションについてか、とか人間のコミュニケーションについて考えるときには、かなり具体的に起きてることだと思うんですよ、ああいうの。つまり、いわゆるちゃぶ台返しってやつだよね。で、ちゃぶ台返しって絶対あいつが悪いのになんか周りの雰囲気的にそっちが正しくなってたみたいな、で、いつの間にかルールも変わったぞ、おいおいおいみたいなことって、本当に日常的によく起きてると思うんですよ。で、人間社会のその構造っていうのは、なんて言うんだろうな、おそらく人間が進化的に獲得したもので、それこそ、うん、多分ちょっと人間が人間である限り変わらないと思うんですよね。うん、で、それを前提に、なんかやっぱり社会について考えないといけないなっていうのが僕のスタンスなので、だからまあ、違う。ありがとうございます。はい、まあ、いいですかね。はい。はい、でも、太田さんの発表は、訂正可能性のその概念に関わってると思うんで、同じものがこう、強制されるというか、その、あった上でそれが訂正されるっていうところで、結構、ちょっと、後で私も、質問したいな。ちょっと言わせていただくと、僕なりには、例えば、共同体が同一であるっていうことを、例えばサールなんかは社会存在論とかバーンって立ち上げて、本当になんか個体性をみんなで承認して、集団的指向性で本当に物体化するんだみたいなことを言ってて、まあ、これは本当にマルクス・ガブリエルとかとこう近い考えだと思うんですけど、でもそういう話をせずに、なんとかその共同体の同一性っていうのを、本当にこの目の前のものの持つ能力とかに、こう、なんとか、ポイントを変えていきましょうというちょっと努力はしたんですね。でも先ほどちょっと言及ありましたが、アーレントの政策論も、はい、ものを共有するところに公共性が生まれるっていう、議論があって、それも東さん論じたはずなんで、ちょっとそこはまだ広げる余地があるのかなって思ったんで、まあちょっと後で聞いてもらうと思ってます。